疲れ様です。イス。ヘビー。配信者のバーガー。そうなんですよ。ここ結構たまり場になって。はい。すごいですね。そう、最近半年ぐらいかな、もうできて。結構集まってくるんですよ。だワルドさんの世代だと大体若干少し減っていく感じなのかな、人数は。何がさ、世代人数ですか。どうなんだろう。40代前半がね、めちゃくちゃ多いと思うんですよ。はいはいはい、はい、200万いってるんで、はい、で今生まれた子供97万人だから、はい、出生率が 1.44 なんで決して上がってるんですよ。 1.2 いくつか今、はいはいはい、上がったってことはもう要するに産む人たちの人数、女性が20代なんでしょ、はい、そこが少ないからもう無理なんですよ。あ、だから誰かばかりは機械発言しちゃって、うん、産む機械発言しちゃって、あ、はいはいはい、思いました。あれはある意味当たってるんですよもう装置がないんですよって言っちゃってその言い方がまずい、ね、言い方ですよね。あれまずいですよ。であれでも8時間くらい国会で攻められてて最後ぶち切れてましたからね。8時間もいじめんのかと思って。でも僕なんでその国会議員になるぐらいあれなのに、うん、なんそういう問題発言とか、そうそう、しかもあの東大財務省のね、はい、それこそもう超頭いい官僚で、ですよね、官僚が作った文書、普通国会議員ってバカじゃないですか、はい、それもチェックしてちゃんと直せるような頭脳を持ってんのに、はい、なんでそういうこと言うかって思いますよね。普通言わないでしょって感じでしょ。ですよね。だって今の時代そんな女性のことなんか言っちゃったらやばいじゃん、うん、だから俺だったら例えばね、はい、それこそ生活保護でも例えばその結構動画では一応気をつけるつもりだもん、はい、例えばその本当に変な話あるんだけどやっぱ言うとほら差別とかなんかなと怖いからね、うん、言い方ですよね。そう言い方で、そうそう、うん、怖いから。そうでついつい面白くしようと言っちゃうじゃないですか、はいはいはい、それもだったら難しいとこで失言ですよね。ただの、まあ、自分のごときじゃまだ失言扱いにならないからいいけど、はい、だんだんこうキュッてくると、はい、なんかこんなこと言ったとか過去に言ったって言われてると思う。はい、アンコロお疲れ。ダメだな、閲覧伸びるのにさ、花火全然上がらねえからさ、もうジレンマだよ、アンコロ。だから300人いて500円だぜ。食ってけねえよ、ほんと。食ってけない。食ってけなかったら。もうほんとにきついっすよ。食ってけないときは、ぜひ、まあもっとしてると思うけど、ね、食ってけない方はね、はい、悩まないで。なんかあるんですか。いやもうだって生活保護。生活保護、生活保護。僕出さないよ。僕は出さないよ、ちゃんとね、皆さんのね、日本社会ね、日本国民に生まれたことをね、はい、ね、それは、まあ、そこだけね、そこだけとか、そこを親に感謝して、はい、親というか、まあね、生活保護戻りたくはないな、俺。まあね、そう。だから、まだ30なんで、バリバリ働きたいっすね。そう、だから、一番いいのはね、本当はね、年取ったら、はい、ね、いい、悪い意味じゃなくて、はい、年取ったらみんな生活保護でいいと思う、逆に俺。だって、年金やめてるから。年金やめて、生活保護でいいと思う、そう本当に。それはそう思う。で、ね、逆にね、生活保護の生活したい人は勝手に民間の保険とか入ったりとかしてやればいい。そうですよね。それで民間から出るから金出るから、うん、私も一応なちまちました民間の保険が入ってて、はい、まあ、でも大して出ないけど、まあ、でもそういう風にほらやればちゃんと60から70までは出る、やってるから。だからでも僕だんだん気づいたんですよ。そう、生活保護でいいじゃんって言ってたんですけど、だんだん分かってきて、要はもう説明してもその普通の人には伝わらないんですよ。伝わらないじゃない。だからもう悪いけど犠牲になってもらって、あなたたちがやってるベーシックインカム盛り上げましょうよっていうのがこの国を変える唯一の手段になっちゃってるんだなっていう。あ、まあ、一体痛い目合わなきゃ分かんないですよね。戦争中のある人がね、戦争反対だったんだけど、大戦の時、はい、この国の国民はもう分かってないから、うん、アメリカの戦争、そうそう、一回痛い目あって、それこそ原爆までいかないけど痛い目合わないと分かんないですよ。分かんない。だからいくらここでいくらね、とうとうと述べて、うん、アメリカいかに強大かだからダメなんだっつったって、もう鬼畜米で走ってる人間に何言ってもついてない、うん、言うことも言ってもね、もう動物って、はい、そう、はい、お前動物で言うと、いやだってあいつら動物じゃないですか、はい、いきなり何かあるとすぐ、はい、ね、日本人がね、でアメリカは婦人優勢の国だからどうせ行く戦争できないとかもうデタラメばっかり言って、はい、いや結局そうベーシックインカムっていう耳なんか若い者たちはこう、そうそうそう、賛成するじゃないですか。で生活保護者も賛成するじゃないですか。そうそうそう、結局ベーシックインカム導入して苦労するのこの人たちなんですよ。そうですよ。あとよく分かってるし、うん、そうなんでこれも分かんないような、いやもう愚民化ですよね。いや分かんないですよ。だからベーシックインカムだったらもうただで金もらえるから、はい、ラッキーって。そうなんですよ。やったよ、みんなもらえるの、いいじゃんいいじゃん。インフレとか忘れてるんですよ。
だからだって民主党の枝野さんがね、すごい言ったね、預金の金利を上げてね、その融資金利を下げるわけのない言ってましたからね、だって経済学上どっちかしかないでしょって、金利を上げたら融資金利も上がっちゃうし、だからどっちを取るのかねしかないんだから、それをね、融資金利は下げて預金金利を上げる政策を打つとか言い出して、そんな政策あんのかいなって、経済学でも。でもあれですよね、その竹中平蔵、要は小泉政権の時の歪みが全部来てるっていうのも来てますね。しかもね、だから僕びっくりするのが、パソナの会長ってそれ大丈夫なのこの国って思ったんですけど、そうだから俺ね、そうあれがひどいですよね。だからせめてね、いいよ、 あんた竹中さん、あんたいいと思ってやったらね、せめてそういうね、自分がそんなここで儲けるとかってやめろと、せめて最低限ね、あの政治利用してね、はい、だから実業家で儲けるのもいいですよ、いくら儲けても、いくら儲けてもいいかもちょっと言い過ぎだけど、だけど、なんていうのかな、政治とかもそういうの携わるんだったら自分の儲けは抑えて、で儲けたかったら橋本さんみたいにやめて、ね、やめて勝手に芸能界で儲けてるともうそうですよね、そうもう政治家になったってこと、あれはびっくりしたよな。人材派遣の法律改正した人が人材派遣会社の会長になる、パソナル、ね、会長じゃない、社長か、いや会長、確か会長です、会長パソナルですよ。すげえ国だなと思って、恐ろしいな、恐ろしい恐ろしい、だからお前それで儲けたいためにやってんのかってことですよね。いや実際そう捉えたってしょうがないですよ、ここにはだってその時なくたって儲かってんだもん、それで、やばいよな、やばいやばい、だからね、そういうところはでも報道しないでしょ、ですよね、あの人がやったのは、要するに、金融庁の時も銀行に行ってやって、UFJ 銀行だけやったらめった役員捕まったんですよ、みんな、はい、友人も悪いんだけどね、はいはい、でも見てる人も一切いじんないわけよ、はい、何があったか知らないけど、そっちは日本郵政の社長にもなってるし、はい、だからだどっちも変わんないのよ、やってることは、そう悪いことやってますと。タコさんありがとうございます。なんでこんな超懐かしい音楽流してるんですか。ちょうど今あれだから 、はい、旬で今、まあ、そっか、コンプロですよ、コンプロか、私が年だからそれこれ、そうかそうか、瞬間これ確かもう95年ぐらいですよね。ですよ、僕、ね、子供の頃聞いてましたよ、ずっと流れてましたよ。僕実はハゲる前はなんか結構メガネ外して、はい、色ちょっとひたるいってたんですよ。実はこう見えて、はいはい、いや持ってなかった、サラオだったんですか。そうで、その時はちょっとサムに似てって言われたんですよ。今似てないから、腕これね、そう申し訳ないですけど今全く似てないから、今話題なんだ、もうテレビ見てないんですよ僕。あ、じゃあもう NHK 払わないじゃん。あ、もう払わないです NHK 払わない、どっかの人が呼んでる。でも不思議なんですけど NHK 一回も来たことないですね。生活保護受けてたからかな。あ、免許して出してるかな、うん、じゃあ、うん、でなんかね、僕はね、一回来バレーやって一回あの千葉のアパート来たんですよ、はい、でも全然そんな怖い人はなかったですよ、ただで、いや、立花さんいるんでとか言ったら関係ないんでとか言って、はいはい、じゃあもう二人くらいであれしますよと、あ、じゃあ帰りますって帰ったんで、はい、これじゃこいつ多分ノルマ達成できないなと。あの、ノルマあの、いや、あれ歩合制なんで完全に。ああ、そうそう、あれね、集金人さんって委託会社がやってるんで、歩合制なんですよ。だから俺の知ってるやつは1000万年してもらってるじゃん。回収で。そう、回収で、そう。NHK 払ってくれて。すげえ。NHK の集金人のゴールデンタイムは、はい、夜9時から11時半なんですよ。はいはいはい。彼らは訪問販売法の適用ないから、やっていいんですよ、はい、英語で。で、NHK って言うとみんな出るじゃないですか、なんとなく。はい、で、よくね、俺であの、ビラ配って NHK の手伝った時も、ね、はい、相談されたのが、ある女の女性がね、はい、なんか周りはみんな払って、私が払ったって言われたんですけど、どうなんでしょうかっていうか、いやいや、そもそもそんな個人情報をね、みんな言わないじゃないですかって、そんなことありえないし、そんなこと、情報で明かすことおかしいから、そんな無視していいですかね、はい、あ、無視していいんですかって、いいでいいですよって言って、はい、この人なんか大丈夫かなと思ったけど、ね、あ、はい、シール渡しますって言ったら、渡して、これでやっつけてください。だから、あ、わかりました、助かりましたっつって、はい、あ、でも思ったけど、NHK とはこれ伸びるなと思いましたね、結構ね。やっぱり女性とか一人暮らしとかやっぱ悩んでるけど、いっぱい相談来ましたからね、結構ね。これいいんですかっつって、そう言って。バカありがとう。多分お金は厳しいでしょうね、だからね。それで受信料に1000円から2000円でしょ、それでもってやっぱり払うの嫌なんだろうな。なんか2チャンネルに面白いの書いてありましたよ。佐川ですって言って出たら、あ、NHK の集金担当の佐川ですって言って、そう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 、そのやりやりだって、僕なんか僕知り合いで集金人やってたって言って、年収1000万以上稼いでるプロがいいんですよ、はい、それで言ってましたもん、うんうん、俺ら最低 で、それで夜中の11時までゴールデンタイムだから、であれはね、弱いとダメなんで、やっぱ強気で裁判するとなんだってこうやられる、あといつまでも帰んないんですよ、じーっと言って、そうすると
狙いは高齢者か女性、うん、やっぱ男性はね、うるさいやつは一切無視、うん、だ立場の資料貼ってるやつもみんな無視だから、うん、そうですよね、営業マンっていうか、そうそうそう、ノルマ達成するんだったら効率ですもんね。すげえな、年収で、そいつは1000万いった。だから結構年収みんないいんですよ。へー、でまた NHK の営業局もそれを使って何かあっても僕たち知りませんから逃げる。なるほどなるほど、要は汚い仕事は民間に下ろすっていう、民間に下ろすっていうか、そう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 、まあ、だからアメリカの要するに軍事大体民間軍事会社を下ろして、はい、民間軍事会社、民間だとほら国際法の適用がないから、はい、したい方でぶっ殺すわけですよ、はい、そうだからイラクでそれが問題ないのよ、はいはい、そうしたい方でぶっ殺すだからその実態もようやく明らかになったけど、だから最近ね、俺思うね、一番まず行動がねしっかり生で撮影しちゃったのはベトナム戦争時代だもん、うん、ベトナム戦争って本当にもう赤ん坊が焼かれてるシーンとかすごいのよ、はいはい、だそのせいで反戦運動を取ってアメリカはベトナムが出てたらいなかったわけ。でもほらイラク戦争にしたってないじゃん、全然出てこないでしょ。いや、来ないですね。そう、あれ実際にだって B50 が爆撃してどうなってんだか出てこないです全然ね。そうだから本当にそのなんかの今ある意味情報統制化がすごいされてると思うんですよね、ものすごい。なんかすごい僕宗教とかも関心あるあれなんですよ。で、テロリストだってその先進国側は言ってて、向こうはジハードだって言ってて、これ思いっきり向こうからすると戦争を仕掛けてるのにテロリスト扱いってすげえなとか思って、面白いなと思って。だからある意味は昔の十字軍じゃないけどね、はいはい、そうですよね。キリスト教対そのイスラムの対決がなって、はいはいはい、あの多分2001年のあのテロのせいだね。そうで、未だにそれがまた加速しちゃったんだよな、うん、一時期和解になったんだけどね、はい、だから今非常に危険な状況、うん、やばいですよね。やばい。だからそう、だから でもあれ公共事業なんですかね。そのアメリカって必ず8年に1回戦争するじゃないですか、はい、で公共事業説あるじゃないですか。いや、ありますね。で それがダメになると、温暖化ってあれ あそこで回るお金って軍事費に回せるんですよね、うん、だからその利権じゃんっていうのがだんだん年取ってきて気づいてきて、武器はね儲かるんですよ、はい、で遠慮せばするほど。では東京の紛争で1985年が、ね、あったんですよ、うん、85年の時、あの当時はまだそんな戦争が、そんなイラクなく戦争ぐらいなかったんで、はい、でアメリカもまだその今ほど軍事力がちょうど衰退しかかったんで、うん、その時に当時実戦で、当時日本はまだ平和ボケ、今の人のがまだあれで平和ボケがないですよ。当時はなんか北朝鮮があんなじゃなかったからね、はい、で中国もそんな強くなかったし、はい、だから日本はどちらかと経済優先で、85年だからちょうどまだバブルからこれ入る時で、浮かれてる時です、浮かれてる日本はもうこれからバンバン行くんだ、株価3万円、まだ4万、5万、5万なんて言ってボーナスのボロクソもらってる時ですよ。あの世代が今貯蓄が多いんで、平均貯蓄が多いんで日本は豊かだって言うけど、若い人は少ないけど、まあそういう意味で、それの時にちょうど国内戦争が起きた時に、え、戦争なんてあるのって感じだったんで、俺も子供ながらそういうの好きだったから、はい、当時14歳だけど結構見ちゃって特集とか。で実際イギリス軍がサッチャーやるんだって、戦争するんだって戦争をして、はいはい、でエグゾスミサイルっていうのが来たんですよ。でそれが撃って当たって軍事用艦全部沈めたんで、うん、値段が倍になったんですよ。でその瞬間のシーンもちゃんと報道で出てね、はい、当時のイギリスのあれがね、ああミサイル来たダメだ、当たったら死ぬ、あと何秒で死ぬの、これは十数秒か何秒か、もうあ来た、ああドッカン終わり。こんなシーン今流せないでしょ。あ、すいません。はい。あ、すいません。あ、じゃあ同じハイボール、こう言いますよ、はい。ありがとうございます。はい。あ、じゃあ僕もおすすめで。はい。だからすごい、あのシーンが今だの歴史についてて、今はそういう報道ないもんなと思って。うん、あれすごかったの、そうテレビ見ててそう。もう死んじゃうわけです、当然。そう、うん、そうそうそう。そうで、それを見て、その、地上にいるあれが、アルゼンチンにミサイル撃って。でも僕、小川さん話聞いてて、ジャーナリストになりたかったっていうのすげえわかります。だ僕はだから言われたのはね、こう言われたけど、僕、噂の付属の高校に行ったんだけど、先生がね、小川君はね、はい、ジャーナリスト向いてるから、早稲田大学 ね、 ね、はい、社会教育学部社会学科に行った方がいいと、あそこはジャーナリスト多いから、今も厚本先生、すごい正しかったと思う。僕は子供の中にバカだから、いやー、なめてたら、整形とかのブランドが高いんで、整形だめだった方がいいやって、こう言っちゃったわけ。これがもう、こうやって人生見せたわけ。だからちゃんと人の言うことは聞いた方がいいわけ。そう、ようやく今の日々が来てた人と今やってると、やっぱだからそっち行ってれば人生変わったかもしれない。役所なんか行かないで、はい、そっちの道行って、それこそもう、まあ、まあ、もう気がついて今頃なんかどこ埋められてるかもしれないけど、そう、分かんないけど、そう。だから結局役所なんか行ったって、ほら、
もう本当ルーチンにつまんないほらもう言い訳ばっかりやってるから、だからもう、住所すごい助けはしないけど、はい、もうフランス選手ばっかりたまりますからね、そう。でもほら、まあ、給料は来るんで、はいはいはい、言い方でいいけど、だからまあ文句は言いませんけど、あんまり。やめようと思った決定的なきっかけ、なんだったんですか。あ、まあ、正直、ぶっちゃけなトークすると、はい、もう何かを変えるのは政治家しかないと思った。おで生活保護についてもね、意識めちゃめちゃ高くないですか。だって現場でその役所で勤めてて、世の中変えようって思ってる人って少なくないですか。少ない、はい、少ないですよね。だから僕もだからね、あの、うん、でも少ないけど意識、まあ、意識わかんないけど、もともと政治も好きだからね、それもあったけどね、うん、だけどでその時思ってたのが、その生活保護やってて、最初はやっぱね、移動できた時はね、やっぱり分かんないじゃないですか、はい、分かんないとなんとなくね、うん、なんで税金で何かしやがってみたいな、まさに批判してると同じ、うん、イメージがあって、でしかも現場やってると、なんと、まあ、不正受給はないけど、なんかほら、なんか分かってなんかサボってんのかなみたいなイメージになっちゃうの、うん、勝手にそう。その生活できてはちゃんと見ないでやってるから、そう。でもね、時間経ってくるといろんな背景が見える、背景見るとあこうなっちゃうんだったらだんだん分かってくるんですよ。あ、うん、最初からそれでもってやっぱすみません偏見な目でね見てるの。で上司の方もどっちかっていうと、まあそんな強硬じゃないけどね、はい、ちょっと一発これは脅してやれとか平気で言ってたからいや確かに勝手なことやってんだよやってんだけど、はい、でも別になんていうのかな、彼女はあの結婚したかったんでしょうね。結婚？あの今ね、50何歳が80歳の男性と結婚して勝手転居しちゃったんですよ。おで当時はね、まあ、勝手転居って何事だっつって言ったら、おう、打ち切りやがってとか言ってたからね、打ち切って決まってんぞ住んでないんだから、当たり前。そしたらね、同じ市内で一緒に住んで、はい、そいつ元保護を受けて、そいつ俺と同じ方になってたらしいんだけど、はい、なんかよくあんねん、だから年金はまああったから、40とか言って廃止になったんですよ、ね。はいはいはい。で、まあ、じゃあ、ある深い先輩がいて、はい、その先輩も長いから分かりきってから、俺がバカだと思いながらも言わないで黙って聞いてて、はい、で、あ軍事前持ってたけど、あれでも確かあいつもほぼ愛しになってるけど、一緒に住んだらどうなのかなって言ったら、聞いたら年金って担保できるのを知ってます。分かんない。年金を担保して金借りれるんですよ。へぇー。そう。だから結構年金担保して金借りて使っちゃって保護契約するんですよ。へぇー。で、これはね、厚労省が言われて、2度目3度目はダメなんですよ。はいはいはい。そう。あ、これもいいですよ。さっき暴力団とか言って、これもダメなんですよ、パターン。で、年金を担保にして、まあ、年金取りっぱくれないですもんね。年金担保にして、それでお金作って、その80の、あ、77歳の男性が50の女に貢いだわけですよ。なるほど。で、結婚したと。すごい話ですよ、ね。だから年金担保しちゃったから金ないから、下回っちゃうんで、はい、受けれるんですよ。じゃあ、それこそ公明党の議員が来て。こういう時今ちょっと罰が悪かったですかね。あのちょっとあとお願いします、すいませんって書いてしちゃって、申請しちゃって、その時昭和ラッシュしてて、そうで、まあ受けて、お母さんすいませんでしたみたいな話になって、今もすいませんですよって言うことないんだけどね、まあ、そういう言い方して、でとりあえずまあその申請は受理し別の人がやって、あ聞いたって、うん、何一番その政治でメス入れたいところどこなんですか。もし変える権限があるとするなら、ここは日本ダメなところみたいな。やっぱり基本的にはやっぱり一番日本ダメなところは、はい、これはぶっちゃけ出して中央公務員多すぎですね。でまあ、そういうのは維新のように被るんであんまり言いたくないんですけど、はい、維新は維新でまたすぐ外国人なんちゃらで騒ぐんで、地方文献ってことですか。いや地方文献じゃ危ない危ない、あんなやつには権限は私は危ない、うん、だから僕地方文献は危ないよってのはそこなんですよ。要するにバカに権限与えたら危ないもん。中央公務員バカですからね、うん、あ多分ね経済部とかいても日銀総裁なら分かんないですよ、はい、多分分からなくて仕事はできるから、なぜかというと事務作業やってるから、事務作業だから民間の都市でいいから、はいはい、あんた方もっと、うん、そう経済部っていいのかよく分かんないけど、なんかお祭りやってるけど、祭り、まあ、今みんなやりたいのやってもいいけど、個人的には、まあ、いいのかな、で市主催の祭りなんて、まあ祭り俺が祭り行かないだけか分かんないけどね、はいはいはい、花火大会、はい、まあ、花火好き、まあ、好きな人もいいのか、やっとはいいのか分かんないけどね。
まあそう で、 まあ、でも自分としてはどっちかって今だから本当生活を受け入れない人、はい、若い人を含めてね、そう若い人を含めてとか若い人はね、若い人は結構ほら誤解して受け入れないと思っちゃってるから、てか知らなかったですよ僕、生活保護っていう制度、そうそう知らないでしょ、はい、僕だって移動するまでは生活保護で聞いたことあるけど、イメージとしたらなんかそのすげえ困ってる人のかなみたいなイメージで、はい、でただ勝手なざっくりなイメージ、はい、であとはなんかその 3K で左遷コースとか、いらっしゃいませ、新宿保健所なんですけど、はいはい、どうも、どうなんかね、そう、いや、だからそう分かんなかったんで、うん、今ほらもうね、いろいろ見てきたんで、はい、逆にそういう人を救いたいですよね、うん、だから自殺者もいるし、だあと2位とかそう、自殺、そう経済苦ですよね、あれ経済が自殺なんでね、ほんとかわいそうなんで、うん、知ってるから助かるらしいね、うんうん、だからそれはね、ぜひやめてほしい、だからね、それもあってね、いや僕そうなんですよ、年間3万人じゃないですか、確定してるだけ で WHO の発表だと、まあ、10万人はいるだろうと、うん、実際ね、不審者とかそう遺書が見つかってないとか、でそれ考えると、まあ、1年間で10万人死んでるとして10年間で100万人死んでんのみたいな、狂ってんなとか思いますもん、だからそれがね、原因が何なんだって調べてね、はい、やるのは本来政治なわけですよ、うん、いや自分はとりあえずは生活苦なんだったらね、生活保護ってあるんだから、これをちゃんと世の中に広めて、ね、はい、きちんと適用できるようにしようと、うん、ね、でそのバッシングする人は許せる、その人も意見も聞くから、ね、なかなかそんなの理解するの難しいから、だって自分だってこの仕事やってるか分かってんだもん、うん、やってなかったら一生分かんないで、あああんなやつなんだよな、税金なんなんとかが、うん、一生終わってましたね、だけどそれはもうそういう人はだからね、少しずつ少しずつね伝えていくしかないと、でやっぱね、いざ困ればね、うん、みんな保険と似てて、保険もほらいらないらないですよ、いざ困ると保険あって助かりましたってなるって、まあ、それは、まあ、それ親とかでも、親もですね、若い時は反抗してて、いざ年取ったと親がまあね、あれかなると思う人もいるかもしれないし、まあ、だからね、生活保護っていうかね、そういう、まあ、名前なんでもいいんだけど、セーフティーネットはね、だって先進国なんだから、ね、これがもう貧乏国だったらしょうがないけどね、みんなの方でも、ちゃんとね、お金ある人六本木ヒルズで遊んでんだから、うん、遊んでる人いる、ね、世界だったらちゃんと助けないと、最低限のところ。だから本来そのブラック企業で働いている人が生活保護叩きをするんじゃなくて、労働法組合入ったりとか、むしろ特権階級に対するデモとか行うんなら分かるけど、そう逆じゃないのっていう、だからね、国会議員のこと書くでしょ、ついて、そうするとね、なんで国会議員ね、はい、国会議員は仕事をしてるんやとか、あるいは逆にね、はい、国会議員だと大したことないやとかね、はい、言うから、いやいや、彼ら権力を持ってるんだから、はい、彼らは年収だけじゃなくて、はい、ちゃんとやってくんだけど困るから厳しく見なきゃいけないんだっていうふうに言ってもね、そうね、また話もともとっちゃってね、とにかくデモはするの働きやって、いやだから、なんかね、なんかおかしいですよ、なんかね、もう国会議員、まあ、悪く言う人もいいんだろうけど、なんていうのかな、そう、要するにこれね、銀河鉄道39だったんだけど、ある惑星があってね、観光に成り立ってる国と、要するに、列島民族戦争をさせて、はい、その戦争をね、観客に見せて、うん、面白い戦争ってさ、それをね、実践なんだよ、それをね、観客がね、こう、飯食いながら見て、やれやれってやって、それを収入して、観光管理局が行って、で、戦争シーン終わったらね、とっとと陣地戻れっつって。要するのがあって、うん、でそれが最後2つのあれが手を結んで、うん、その反乱を起こすんだけど裏切りが出て漏れて、逆にその当事者がねいいものができたと、よしより強力な軍隊でその反乱軍をわざとこう攻めさせて潰して特別賞ですってやるわけよ、 そ、 の、うん、それ見てる感じも要するに弱者同士が叩き合ってるな、その、うん、なんかどんどん貧しくなるだけなのにな、うん、みたいな、だから権力者の罠にはまってる、はまってますよね、はまってる、はまってる、はまってる、だからその罠をいきなり解くのは難しいから、とにかくもう生活保護について調べて、うん、とりあえず今困ってる人の相談だけでも受けてね、助けてあげるっていうのはまず基本かなと思います、うんうん、いきなり大転換なんかできないから、うん、いやなんかその昔の政治家とか官僚って志があったじゃないですか、おっしゃる通り、その今ないじゃないですか、票取りゲームと、そう、そのなんていうんだろう、すごいもうなんだろう末期症状というか、まあ、先進国全部そうなんでしょうけど、
そう、あの、そうだから昔はだからね、はい、こういうセリフがあったよ、彼女の夏の、ね、ドラマで、はい、我々なんで働いてんだよね、もともと我々ね、公の仕事で、ね、報いなんてないんだっつって、はい、黙ってこう行くわけよ。そういうものですよ。今の若い子ら、今の就職先でいいのは、報いがないとこじゃないですよ。安定職が来るでしょ、うん、もうだから、全然元々のあれが違うわけよ、うん、要するに、親のために尽くしたいから来るってわけじゃなくて、まあ、共稼ぎで結婚してやっていくのが一番いいかなって感じで来るわけですよ。だから僕らの世代ってそのもう票数では勝てないわけじゃないですか。だからこれどうやって活動してどうやって国良くしたらいいんだろう。だから本来ね40代前半が数多いんだよね。はいはいはい。これ何やってんのかなって話なんですよ。あの、うん、段階も多いけど段階ジュニアもいるから、はい、でこれが2位とは結構いたりして、はい、だからこれがね結構爆発したら怖いなと思ってるんだけどね。だからなんか変な話なんですけどなんかあの僕成田じゃないですか。で三立化闘争の名残とか残ってるんですよ。ああ昔のね、はいはいはい。であとそのなんだろう、僕アニメ好きなんですけど、うん、宮崎駿とかその押井守とかそのヘルメットかぶってたりとかやってたわけじゃないですか。だからなんかああいう学生運動とか楽しそうだなとか思って。だから学生運動がだから最後のチャンスだったのかなとかも思ったりとか、ね、世代じゃないんですけど。だ結局ね、そういうなんとかな権力に今立ち向かうんじゃなくて、はい、権力にすり寄る傾向が強いですよ、全般にそう、はい、反対するのはいいけど、反対する順番が違う。っていうか、生活保護反対するって意味がちょっと僕は分かんないですよね。反対理由がよってはね、例えばどんな理由があるんですかね。なんか数字が通ってるなと思う。要するに例えばね、生活を受けながらなんか、はい、要するに単純によくあるパターンだと、要するに12万もらえると、手取り12万なんて、働いたら、だってどんだけ働いてやるんだみたいな、こういう反論なんじゃないの、単純に。大体そういう反論多いですよ、比較的言うと。だから生活保護、生活のあと怠け者増えるとかね。そうだね。昔、だってサッチャーが言ってたね、サッチャーこう言ったんですよ、年金制度は怠け者増やせって言ったんですよ。年金制ですよ。そうだからダメだって。あ、なんかアメリカも面白いですよね。オバマケアの時に保険は、左だって言ったんですよ。そうだから結構日本でもじゃないですよ、年金をダメだったんですよ。で公的住宅を全部売っ払わしたから小泉政権下以上の改革やったんですよ。改革っていうかもうはちゃめちゃやったんです。すごいけどそのぐらいやんだから知んないけど、そう公務員は怠け者が多い。それはそうですね。怠け者が多いっていうか、俺アルバイトとか公務員をやるんだったら、要は給料がその変わらないから、だったらその仕事量を減らす、人間ってやっぱ欲があるから仕事量を減らせば減らすほど得だって考えちゃうから、なんかそのシステム、官僚がシステム組み間違えてんじゃねえのとか思うんだけどな。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、本当にだからね、そのなんだっけ、そう、怠け者っていうか、だってほらお金がね、まあ、どっちかというと天から降ってくるんですよ、毎月。まあ、僕の場合はちょっと失礼しないから、まあ、こんな年でも30万弱、でも30万弱手取りでもらえばいいですよ、ね、別に。だって僕、病院担当で行ってきますって、ビューンって電車乗ってって、どこ行ったか分かんないけどさ、あとチェックないし、いや、別にそんな変なさまでしませんけど、まあ、遠いからね、車の運転苦手だから、電車行ったんだけど、遠いから。そうすると遠くの方で何時間かかってみて、そうで出張旅費はちゃんと請求すれば当然出ますんでねって言って、でだって訪問者ってもう寝たきりの人ですからね、聞いたところで言ったら怒られちゃうけど、まあ、そんな感じで、あ、分かりました。僕なんか昔よく回ってたのが、なんかその法人税が高かったじゃないですか、はい、だから末端のバイトとかに、お前これで経費で飯食ってこいよ、寿司食ってこいよとかばらまくからリスペクトされるじゃないですか、うん、だからだし、上の人はそういう風にやってたし、うまく回っ、まあ、あ、なんかこう、なんていうんですか、ただ長者番付とかなくなったりとか、お金稼いでも、その、リスペクトされないから、なんか、それってどうなんだろうとか思ったりするんですよね。お金稼ぐのがグッドにならないと、働こうと思わないよなっていう。
で、ホリエモンとか叩かれたじゃないですか。いやだよ、はい。ホリエモンとかめちゃめちゃ言ってること優秀だと思うんだけど。いや、僕はね、ホリエモン結構個人的には好きなんですよ、はい。ただホリエモンのそのネオリベ的なベーシックインの発想はまずいんだけど、あれ間違ってますね。ホリエモン自体はね、結構好きで、まあ、俺の一個下なんだけど、はい、ホリエモンはね、ホリエさん一個下なんですか。ぐらい年齢がそう。で、ホリエモンはね、いや、あれはすごいよ。あれは頭にして、逆にね、はい、東大文学部だから、はい、あいつ文学部は言い方あるんだけど、東大だからじゃダメなんだ、はいはいはい、でも東大のネーム力欲しかったんで、はいはいはい、あともいいっすよ、ね、だからネーム力欲しいんでやるので、はい、最初はオンゼイジってその IT 会社だけど、はい、実態その後はもう完全にもう金融業務に特化して、うん、はい、でそのせいで、でもソフトバンクも同じことやってますからね。いや、だからソフトバンク、楽天、はい、同じですよ、みんな同じ、みんな同じ、M&A っていう概念を落ち込んだ人たちですからね。だし、なんかソニー買収したい理由聞いても、いや今聞いたらインターネットデバイスを小型化できるのはソニーしかないっつって、それ iPhone のことじゃんっつって、そう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 、どんだけ先駆けてたんだよみたいな。いや彼は優秀だよ、そういうことですよね。でもね、結局ね、これも最後は選挙出たでしょ、うん、やっぱね、選挙出るの、ね、要は虎の王踏んだんですよね。そうそうそうあの目つけなんですよ、はい、でいきなり1月捜査を受けて、だからあれはだから要は国に潰されたようなもんですもんね。しかもあれ金曜の3時以降でしょ、はい、株式を閉まったんですよ。俺だって超訪問行ってて車に乗ったら、いや言えないですよ、ね、はい、今ちょっとラジオ聞いててね、はい、ラジオ聞いてながらって車ってまた優雅なコメだけど、嫌い、はい、今ライブで強制捜査、あーってそうそう金曜かよ、そう金曜の午後3時以降、そう月曜、そうなんだこれっつって、そうです、すごいよな。でね、その当初検事総長が、はい、汗水さらしてね、働く人にね、あのひどいんだったけどまあでも彼は頭の汗はかいてるんじゃないっていうか、むしろああいう人を抱え込まないとどんどん海外に逃げていくから、日本がどんどんダメになっていくと思うんですよね。だから村上ファンドも戦いだけどね、はい、だから確かに、でもね、外資系のある人もいると、あれ経済ヤクザとか盛んに言ってたけど、僕はでもね、もっと悪いヤクザいっぱいいてますよ、僕のヤクザいっぱいいるの。でね、だから結局ああやって潰すから、だから日本ってなーと。で彼はちゃんとすごいのは、うん、他の人はみんなほら仕事取引して出てったでしょ、あの宮口良一とかね、うん、当時右腕たぶん、はいはい、もういや初めてがもう金融事業の収益だから、うん、要するに税理士と金融関係の収益引っ張ってきたらそう。でみんな当然じゃあ大体これね、佐藤勝さんっていう本読むと分かるんだけど、大抵捕まる人ってのはほら同時に保護者とかじゃなくて、ある程度地位のある人から仕事取引で応じちゃうんだよ。仕事取引って日本の場合は非合法でやるから、うん、そうお前罪軽くするから認めろよってくらいだけど、うん、そうね、アメリカで法的なんだけど、そうすると分かりました、じゃあ全部喋りますって喋らせるんだけど、で大体地位がある程度ある人ってのはね、詰められると逆らえないけ、やっぱ自分の今の生活を維持したいから、そうで大抵はそれで軍門くすんだけど、それで懲役に免れないんだけど、ホリエモンだけはちゃんと懲役になったから、あれすげえっていうか変わってんのが、なんだろうと思ったもんね。えホリエモンね、言いたいんだったら妥協するじゃないと思ったら、妥協したかったからね、突っ張りましたよ、突っ張った、はい、でちゃんと懲役またブログに何か話が流して俺子供とただもんじゃねえぞ、やっぱ政治家でしたらこうやからと思って、だそれ見て俺もなんか政治をもしやるんだったら覚悟持ってやんなきゃいけないと思ったね、はい、で盛んに言われたらね、はい、お前やめてすぐ出ないのが新しいのが怒られたけど、いやいやちょっとまあお叱りは受けるけど、分かるけど待ってって言ってるけど、面白いですよね。あのね、まだそのやっぱりね、自分の場合ただ単にほらその無所属でなんか明るい福祉とか言ってもしょうがないんで、うん、自分やっぱりなんて言っても、で真面目な話、やっぱ10年やってきたらね、うん、やっぱ生活に困窮する人は救うしかないですよ、絶対、結論はそこに至った、うん、あのね、いろんな確かに、ね意見って分かんないでもないけど、じゃいざね、人間なんて交通事故も分かんないと同じで、分かんないそう、同じのでいいですか、同じです、あ、じゃあハイボール同じの2つください、はい、お願いします。だから分かんないもん、そう、うん、ね、だからそれをね、なんていうのかな、いろんな気持ち持ってね、やってる人いろいろいるけど、やっぱりね、ちょっと待って、小川さんにテキーラ飲ませようって本当に本当にあのね、あの恥ずかしい俺は。え？あのね、そういうね放送のノリやめて。
恥ずかしい。一気飲みしていただきましょうって。あ、いけますよ。いやもう本当に恥ずかしいよ。いけるよ。別にあの僕昔あのあこの年だか分かんないけどやったことやってないけどね。あの役所行ってびっくりしたのはね。あの役所の人で酒飲むんだけど、僕学生時代息抜きさんがさされたから、あ、いや社会人で息抜きしないんだって思ったんだよね。いや、ダンカさん面白かったから拾ったんだけど、そのさ20代の若者のさ配信者とかだったらいいけどさ、いや、やるよ、テキーラ息抜きだよ。テキーラ息抜きする代わりに、あの、する代わりじゃないけど、あのするけど、ちゃんとあのね、あの冷静に見て、そうね、バッシングね、いや、まあ、いや、もう何でもいいよ、さっきはバッシングしなさい、もうそうね、いいよ、うん、あのキャスバーにもおごりシステムってあるの？あるんですか？ないよ、入れることないです、ないよ、はい、ないマキロ、そうなの、なんか、うん、いや、こういうの好きなの、ものすごい、そう、でね、だから、本当に役所の人のパターンって、大体ね、あのね、ちょ別に悪い意味じゃないんだけど、安い焼肉屋行って、はい、人魚の水割りとか、だから割り入れするでしょ、はい、そうするとね、はい、大体生活保護の方のカードグループだと、もう大体保護者が悪口になるのよ。そうはい、すいません、失礼します。自分たちはあんなの今日もやってきたからね、あいつは不正直じゃん、あいつはひどい目にあったとかね、はいはい、あいつは詐欺だとかね、そうそう、いやいや、佐賀ちゃん、お前バカだろって横で言いたかったけど、まあ、それ黙ってますよ、組織にいるから一応ね。そう、だからね、で人事課は支給日っつって、その要するにケースワーカーですよ。人事課はすごいですよね。人事課がその現場の公務員に対して給料日のことを支給日って呼んでるっていうのすごいよ。それ聞いてえっと思って、あ、そういえば言ってたと思って、そう、だから俺は、まあ、おかゆきですよね。だから人事課に中に入ればね、ゆきだからお前たちもお前保護されてんだぞって言われたもん。そうだから、である子はね、お母さん、俺ら養われ組だからっつって、いや、そういう方の言い方してすごい、打ち切れますね、僕が現場にいたら、そう、そんなん聞いたら、いや、僕はほら、はい、いや一応ほら、まあ、月収は手取り30万弱もらって、はい、酒飲んでやっていけるから、はい、まあ、あんまり文句言わずに、だから完全に買い流されてる、買い流されてる、もう2万やめちゃったからね、言いたいこと言ってますけど、そう、すげえよな、で、みんなね、まあ、悪いけどね、こうもう不倫はするが、もうあれするあれが、あれば不倫は、まあ、個人の問題だけど、まあいいけど、まあ、不倫。で、あと結構ちょっとね、意外と上昇志向、まあ、偉い人に限って、はい、これはでも、前辞めた人もね、はい、50歳の方で課長補佐まで行ってね、保育課でエリートだったのに、はい、JK を盗撮しちゃって、電車で。でやっちゃうんだね。JK なんですか？女子高生。盗撮？盗撮。で、捕まっちゃってるの。ただ面白いのは、でもね、あの、プールの、こういう人の盗撮は捕まなかったんだよね。なんですか？被害届は出ないから、これ個人じゃないから、だから被害届けないとあの OK なんだ。これわけわかんないでしょ。でも女性職員聞いたらね、最低そいつ、何なのそいつって相当怒ってたんだけど、でもそいつ今でも仕事してますよ普通に。俺ね、でもね、小川さん見ててニコニコ話するでしょ。俺 YouTuber めちゃめちゃ向いてると思うんだよね。なるようになるんだなっていう。こんなに喋り好きなさ、あのケースワーカーとかだと面白すぎる。こんな感じだったんですか？僕ですか？はい、いや、一応仕事上はね、この前ね、はっきりしてる。いや、でもね、ぶっちゃけ、まあ、打ち解けたら喋るけど、はい、あの結構、だけど、打ち解けないときは一応、だからこれ、ね、女性の人とかね、はい、いや、あんまこれ、ね、ぶっちゃけトークなんだけど、あの、ある母子家庭って、なんか問題、はい、うち役所的に問題ケースがあるだけ、はいはい、そいつ、俺の今、後輩飲んでる子はね、家賃滞納させといて、転居させたって、はい、お前、そういう乱暴なことがあったら、俺だから今日、ぶち切れないぞってそう、で、転居で引っ越してきて、はい、そしたら、その女性がね、精神疾患があるんですけど、イケメン好きのせいかね、うちはみんな綺麗なんですよ、で、別にそういうことは実際、俺はしないけど、だけど、もう一応家上がるわけですよ、はいはいはい、まあ、前は、ね、上がらないって言ったけど、私はちゃんと上がって一応、まあ、はいはいはい、まあ、見るわけじゃないけど一応話聞くわけ、こうやってで聞いて、まあ、はい、ああそうですかって、まあ、立つからと思ったら、はい、10代の人も裸でいいんで歩いてるんだよ。ああ胸切れよと思いながらね、でも一応俺医者のふりしてね、ああそうですか、娘さんの状況もじゃあやべえわ、ここで何か言ったら、いや、その女、その女性、女ってこれね、その女性危ないから、はい、民生委員がなんかね、はい、言ったらしいのよ、はい、それ絶対なんか言っちゃいけないのよ、言ったらね、はい、なんでそうやって人権侵害だって、毎日新聞に投書出したしよ、はい、毎日相手だからみたいな、今日、そうだから、ああ、やっぱり素人やなと思って、まあ、素人って言い方悪いんだけどね、俺はずるいんだけど、俺は絶対そういう人に対しては一切言わないから。
仮に窓さんみたいにいたらね、打ち解けるか、はい、うまくこうやって、はい、逃げるかどっちかで、窓さんがじゃあこいつ何なんだろうって、めちゃめちゃ戦いますからね、やっぱり。だから僕はだからそういうことやんない。だって、はい、戦ってみて、はい、お前何か頑張ってんのって、はい、お前の給料税金だろって、まあ、いやだから言えないぞ。政治家に都議会議員と区議会議員にバッシング受けた時すごかったっすね、はいはい、どういう関係で言えるバッシング、あ、言ってました、なんか何なんですか、はい、バッシングっていうのは。いやだからそのネットがバーンって炎上して動画が、うん、で多分その課長とか あったんじゃないですか、こういうやつ、うん、あ、違う、リスナーが、うん、都議会とかの若いやつに通報したんですよ、うん、要は不正受給をしてると、うん、でもしてないじゃないですか、うん、だから証拠が出てこなくてネタにされて、でテレビとか出た時とか、そのなんか公式なブログとかにバンバン書いてるんですよ。僕の実名は出さなかったんであれなんですけど、これ僕のことですよねっつってツイッター上で喧嘩打って、いや打っていいっすよ、打っていい、はい、とはいい、あのね、そういうね、そしたら秘書から謝ってきましたよ、秘書通して、うん、あのね、何にも仕事をしないバカな年寄り議員と、はい、間違った仕事をする若手の議員が多いからね、そう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 、で変な正義感ですよね、要は知識がなくて変な正義感で、ま、間違えちゃってるぞ、だからね、まあ、いずれ年齢たちを修正するのは知らないけど、とりあえず迷惑じゃん、今現実に被害を受けてる人、そうそう、そういう議員さんのおかげで、そう、はい、だからね、いるんですよ、債権管理ちゃんとしろとかね、いやもう今更だって行方不明のやつ何を思うのってバカじゃないとも聞いてる、そうそう、あ、ちょっと似てるかも、トム・ハンクスええもうトム・ハンクスにおばさん似てるっていう、いや似てないでしょいやちょっとわかるかもしれない、ハゲてないでしょ、ケビン・コスナーわかんないけど俺似てって言われたらね、ケビン・コスナー意識してるんすかケビン・コスナー今いいのかな、あ、生きてんのかな、生きてんじゃないですか、あのケビン・コスナー実はね、僕がそのちょっとあの大学の時にちょっとあの女子高生をやって捕まえて、はい、映画のケネディの暗殺の映画があって、はい、ケビン・コスナーが主人公だった、その時映画見て完全に彼女寝てて、まあ、完全そもそも選択が失敗なんですよ、そんなケネディアーツの映画なんか女性と行く映画じゃないんですよ、で失敗しても寝ちゃって、はい、でなんかケンタッキー来たって、ケンタッキー行ったら映画どうだったって、ああ寝ちゃったけどケビン・コスナーハゲてるねって言われて、ケビン・コスナーの告発かな、そう告発面白かったな、そうそう、告発ってありませんでしたっけ、ケビン・コスナーじゃなかったっけ、アルカトラス刑務所の、あ、じゃあ違うやつ、多分ケネディアーツじゃないですか、じゃないです、じゃないです、いっぱい出てますか、ケビン・コスナーの、そう政治が正しくいけないとか、お前ら幻想だから、いや、幻想っていうか政治が正しくいけないとかじゃなくて、そういうことを言ってるわけじゃないのよ、うん、政治が正しくあればいいじゃなくて、あの、うん、俺はどちらかっていうと愚民化してる方を憂いているタイプ、要はそう、うん、そうだね、うん、あの愚民化じゃなくて政治にとってあの権力者すごいいいから、ね、そうそうそう、それが嫌なの、俺は別に政治がそのちゃんと回ればいいっていうのは理想論だっていうのは分かってるけど、そうそう、考えないのが嫌だ、で日本のね愚民がね、あのまずいのは従順な愚民だからまずい、そうあの、ね、だからね、南米みたいな愚民はね、わーわー大騒ぎなんかすぐも大統領変えろになるから、これはこれでまたなんていうの、ここで政治するの嫌だって言ったら大統領がいるところ、ここじゃ政治できないっつって嫌だっつって実業界戻っちゃったよ俺はね、なんかね、革命とかね、でもこう今のデモなんかもうデモでもなんでもないと思ってるから、うん、あんなパフォーマンスなだけで、まあまあ、そこまオナニーだと思ってるから、あんなのは昔と違う、全然違う、昔はほんと死者が出ちゃうようなデモだから、あのレベル違う、それこそ成田構想とか、そうそうそうすごかったですよね、だから成田構想もね、あの、はい、確かに空港は分かるんだけど、はい、当然そのあそこは御領なんだ、天皇の領地かな、でそこをなんとか変えて、で当時の公団の方としては空港が必要だと、でも内定する必要があったのはよく分かんないけどね、俺今ね、いやあれ簡単な話で、地元の人からするとめちゃめちゃ豪邸に住めたんですよ、土地売ったら農家の人たちが、ああ沖縄同じパターンだ、でいや沖縄と全く一緒ですよ、うん、要はプロ市民が入ってきたんですよ後から、うん、で、うん、要は粘った人たちがいるんですよ、うん、粘った人たちは要は国から金あげようと思ったけど上がらないってなって揉めてプロ市民が入って闘争化したっていうだけ、もう超簡単なんです、これ、うん、あ、じゃあ沖縄とそこだね、もう全く一緒ですよ、でばあちゃん僕沖縄なんですよ、で戦争経験してるんですよ、でばあちゃんが言うには大変だ、ね、辺野古なんか誰も住んでねえよっていう、もともとだから辺野古闘争もあれも単純にプロ市民が言ってるだけだって、はい、ただ一つ言えるのはね、当時アホさんがね、勝てないいんじゃねえかって言った瞬間に、はい、てめえ何言ってんだって、いや勝てなかったらね、埋め立ていらないから金かかんないんだよ、うん、辺野古は埋め立てあるわけ、じゃあ金かかるとか何かが起きると思う、要するにそこで利権があるんだよ、はいはいはい、利権が、そうだから金かかるからいいわけよ、逆に利権が生まれて、そうだから辺野古は絶対もう変えられないっつって、当時の小泉氏をあんだけ改革、小泉氏もね
あ、当時の環境大臣、あ、そう、小池さんよ、小池さんがね、うん、なんで辺野古なんて言うてね、その時付け叩いて、あれはもうね、ダメなんで、形成会と俺戦っていくから、あそこだけ譲れないんだって言って、絶対そう、よっぽど辺野古の利権が美味しいんでしょうね、あそこだけは形成会譲れないんだって、仕方ないんだって、あれは飲むしかないんだって、そう。で、やって、だから、別に地元はともかく、あの辺野古は国民全体としてはね、大きな損失ですよ。だから辺野古の水流はあんまりないんですよ、正直言って。だけど、じゃあかといって、じゃあ別のとこ探せって言って、あの、例のハトボップとか頑張ったんだけど、ハトボップ、まあその能力ないんだよな。ハトボップね、いや、発想はいいんだよ。だけど、彼は調整能力がないんだな、あの、お坊ちゃん。だから、右腕にいいのがいればよかったんだ、ハトボップも。でもね、お坊ちゃん師匠ってのは絶対バントはいないからね。バントは彼にはいなかったんだ、返そうに。あ、小泉はだってバントは今政治家でこの人が総理になったら面白そうっていう人います。そうです。あ、ちょっと今整理する。正直ってなかなかすぐ浮かばないところでもう終わってんだけど今政治家。誰がいいかな。今こう出てるねいっぱいね、はい。この人だったら。あ、まあ、あえて言うとね、僕は考えたら違うんだけど。橋本徹さん、やっぱり、うん、なんか政策は違うけど違うけど、なぜかっていうと。彼は生活保護については例えばその支給額も医療費の方やれってやったから、はい、まだ発想的にちゃんと冷静に正しいですよ、うん、水療法士やれって俺もそう思って俺どうかの俺も同じことが言ってたから、まあ、あえてやるんだればこっちやった方がいいですよだから、うん、ああなるほど要するに彼はだからあのずるい人間ではあるけれども、はい、でもある意味あの結構よくちゃんと冷静に見てる分析データで見てますよね多分見てるだから相手は橋本徹さんかなただ考えたら違うとあんまりは褒めらんないお前でいいってあの小川さんでいいよって言ったらあ俺総理やるよ俺総理だ俺総理になったらもうどんどんねあれだよあの俺の側近ばっかやるよ側近選手とえいやいやかなり金正恩だよ俺ちょっとね金正恩に似てるって言われたからかした金正恩に似てるって言われて学生時代嬉しくなかったんだよ金正恩に似てるからあんな顔モテないでしょあの顔で白馬乗ってる姿やばいでしょその写真は写真じゃないですかトンポンポは贈与税脱税してたうんあれねそうね確かに脱税ねまあまあ、まあ、逆に言うとハートポップは金があるからほら個人献金集まんないんですよだって金銀しようねお前金持ってんだよって言われて金銀しようないのよ、うん、そうだから贈与税もみんな頭はいかないからだから結局金集まんないから お母さんが出すだからそこでそのおかえりなさいそうですヒカル君来たで子供手当って言われちゃってねその久しぶりだね今年もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいいっすあの小川さんっていう、ね、あの行政書士のよろしくお願いしますえガチの人ですかガチの人すみません3杯目です。よろしくお願いします。これ映ってもいいですか。あのじゃあ今階段終わったところなの。今650人ぐらいです。おお。生活保護なん生活困ったら私相談生活保護の専門家なんですよ。はい、そうです。僕も困ってます。あ困ってる。じゃあ話そうよ。生活保護の専門の YouTuber でもあるの。あそうなんですか。今全然誰も、ね、助けないから生活保護すぐバッシングするからもうダメだってのと何でもない。そうそう。結構常に困ってますね。でもステッカー半年でいくら売れたんだっけ？100万近く。あれ350万つったじゃねえかよ。なんで汚ねえぞ。350万つった。まあ、じゃあ、いずれそれがアウトになった時はご相談って感じだあ、わかりました。よろしくお願いします。カルコンは、カルコンが、あの、有名なんですよ、めちゃめちゃ。あの、放送、YouTube のか。いや、あの、生放送。生放送めちゃめちゃ有名ですよ。フラフラでしたよ。そう、なんか、生放送、横山みどりさんとかなんか今、最後。小川さんから横山みどりって名前が出てきたんだけど。横山みどりがなんか今、裁判やってるとか、あと水にゃんとか。はいはいはい。立花氏も名前出しすぎだけど。なんで緑の立場だから試合がよくない本当かよと思って行くのあれファンサービスなんじゃないですか、はい、そのやっぱり放送仲間っていうか暗黒放送って言われてるんですよ横山緑さんとかそうなんですか、はい、なんで横山緑さんの立場の話聞いて、まあ、本当に立場の一方的な話だから、はい、あと今江里子のね、はい、で今江里子の話したら分かった税金使ったセックスだってやっぱセックスじゃないけどいきなり言っちゃったけど、はい、税金使ってまあデートしてるわけですよ新幹線乗ってデートされてるからでも逆に言うとある一般の人の言ってみると一番新鮮だったのね一つ思ったのね議員さんって暇なんですかみたいなそうでも議員って暇じゃないとできないっていうかいやあのねとりあえずね国会議員は分かんないけど市議会議員はねかなり暇みたいな消費だって僕市議会の共産党の人に聞いたんですけどぶっちゃけた話だよって和田君ってあの年収1000万もらえて年に2回投票にするのが仕事だからそれ以外はフリーで動けるんだよ
だからその自分で好きな活動ができるしっていう。そうそう。だからね、だから自民党とか行っちゃうと祭り行ったりとかに会合行ったりとかで、だから富山市議で俺みんな捕まってたっていうことですから。で、本音言ってたん。いや、やっぱり酒誘われると行かなきゃいけないんで金ないから使いましたって、すげえ正直なと思ったよ。そう、政府課税使っちゃうから。いや、お前そこまで正直語らないよ、普通は。あの、知らない人がいると思うんでちょっと補足説明なんですけど、小川さん船橋じゃないですか。で、あの NHK の立花さんともともとつながりがあって、でっていうのもあるのよ。だからその放送のことが詳しかったりして、で政治家目指されてるんですか。トイレ行ってきます。そうです、はい、はい。あのね、政治家目指すって、まあ、ちょっと分かんないですけどね。でもね、本当ね、今の生活保護をなんとかするにはやっぱ政治家にならなきゃいけない。本当に生活で困ってる方を助ける。そう、右も左もない、正直言って私はね。だからね、なんとかな、まあ、左翼思想とかそういうの関係ない。で、若い人だとね、なんとなく生活保護を受けられない、生活困ってるって方はね、ブラック企業で困ってるって方はね、一旦やめて生活を受けて安定してまた就職活動頑張ってもらってもいいし、そういう考え方ですよ、私はもう。だからね、生活保護の誤解を解きたい。まあ、とか生活保護って名前がよくないかな。うん。もやいの、うん、稲葉さんね。まあ、稲葉さんみたいな感じなのかな。また稲葉さんのはちょっと僕より、まあ、僕のね、この酔っ払い状態よりは真面目だと思うけどね。うん。プリン長嶋さん、喧嘩が禁忌になったね。やっぱ芸能人はね、夢だからなるね。うん、なるね。確かにそう。うん、あれ、市川だよね。うん。放送してください。ああ、なるほど、わかりました。まあ今動画の YouTube の方でやってますのでね、ぜひ見てください。動画の方で。ワドさん、日頃の練習多分2月からも。だどんどんね、消費税の、ね、罠とかいっぱいありますからね、消費税ね、日本は 8% でね、低くないですからね、ヨーロッパと比べて。今回ちょっと僕も対戦すごいですよ、ね、ありがとうございます、ね、消費税もね、ヨーロッパはみんなね、食料費非課税だからね。お探します。いや、酔ってるとペラもある。あ、多分ね、酔ってるから喋れるかもしれない。酔ってない時は結構滑舌悪いかもしれないね。そう、消費税も食料費も非課税だから、イギリスはね。そう、騙されないでよ、ヨーロッパで税率高いからなんて上げられて、あ、そうなんだなんて。なんで日本って生活に必要な食料とかも一律の税金なんですかね。はい、これがね、うまいんですよ。昔は物品税だって、はい、そう、消費税導入前、始めない導入前は車とか高かったんです、はい、宝石とか、うん、で消費税導入して何が起きたかったらね、宝石の値がバーンと上がったわけだって、十何パーが3パーになったから、はいはい、そう。でも宝石料金を潤して意味ないでしょ。だから経済効果を言うんだったら生活必需品の方を潤っちゃいいわけですよね。そう、うん、あ、皆さんありがとうございます。ぜひぜひ楽しんでいってください。そうで、一応理由はね、複数税率確かに難しいんですよ、分け方が、うん、俺ね、実はね、前回の放送で小川さんからふわっちどうかなっていうアドバイスじゃなくて、ふわっちやってみたいっていうの聞いたんだけど、俺ね、小川さんがね、ふわっち微妙だと思って YouTube ライブの方を進めちゃったの、俺が。あのね、っていうのも、荒れるし、フォロワーがつかないし、 YouTube の伸び、俺が出会った時500人ぐらいでしたよね、多分。で、今1500人になってるのよ。で、 YouTube で手堅く、そのなんつうの、話を分かる人に活動していかないと、なんかあんまり良くないんじゃないかなと思ってて。俺はベーシックインカム反対派で、ひろゆきさんが隠してることはもう分かる。小川さんベーシックインカムどうなんですか。あ、だからベーシックインカムだからね、いわゆるね、希望の党とかネオリベってもいいんだけどね、そういう人が言ってるベーシックインカム反対。あの、要はひろゆきが言ってるベーシックインカムは堀江さんが言ってるベーシックインカム、ダメ、反対ですよ。絶対ダメ、僕も反対です。月2万とかね、バンバン言ってんじゃん、公共料金払うって。ダメ、来たからね。だからダメね、いわゆる私という基礎的生活金的な所得の低い人に対するベーシックインカムというか最低生活保障、これだったら、ね、賛成。そう、でも彼って違うから、みんなに配った話だから、単純に2万円と、あとはてめえで頑張れだから。そう、コさんと同意見、ふわっちは小遣いが多いから国家試験保持者はやめとけっていうのはちょっといろなんか多分伝わらないと思うんですけど。あ、そうなの。客層が悪い。いや、別にだって客層あれ、いや本当にやめた方がいい、ふわっちは。やめた方がいいです。絶対 YouTube で固くやっていくのが一番いいです。まあね、僕そこはね、まだまだ素人は分かんないですけど。
あれなんで配信者の方がオオカメになったんですか。説明が難しいんですけどね。まあそれはまたね、またまたそっからすいません。要はね、ひろゆきさんが言ってるベーシックインカムって本人も問題があるって言ってるんだけど、簡単に言うとインフレするし、貧乏人が貧乏なままなの。そう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 、おっしゃる通り、おっしゃる通り。で、簡単に言うと病人とお年寄り見殺しにするっていう政策なのよ。そうっていう悪い面を言ってないのよ。そうそうそう、そこですよ。で、ぶっちゃけた話、財源的にはひろゆきさんが言ってるのもそうだし、ベーシックインカム次第は実際可能なの、実現はできるの。国民を説得できる BI は簡単だよ。小川さんに聞いてごらん。俺多分同じ意見だと思うよ。ベーシックインカムっていまいちよくわからない。誰でももらえるの。簡単に言うと生活保護と同じで、誰でも毎月お金がもらえますよっていう制度。そうそうそう、うん、で YouTube の方、みんなやっぱ YouTube つってますよ。ありがとうございます。了解して、皆さんの言う通りやります。あの生活保護はど素人小川ですからね、うん、ハゲの場合ですから。そうそうそう、このハゲって言ってみてよ。そのね、コメントで、あ、コメントであんまりやられてないから、そう。でもそう、結構このハゲ聞きましたね、トヨタマイコさんのね。このハゲの動画が一気に再生回数がバーって増えちゃって、あれが一時期一番になっちゃったんで。そう、ちなみに明日ね、日本第一党の人と会う予定が、はい、風邪ひいたと思って来ないみたいです。もしかしたらなんかもう逃げちゃったんじゃないか。あんだよ、楽しみちゃうな。自動手当いろいろ聞きたかったよな。なんで逃げちゃったのかな。撮影込みですか。撮影してた、うん、だから撮影込みとか、まあ帰る人のね。だからそこで、いや別にいいんだよ、日本第一党は第一党でいいの、考え方いろいろあっていい。だからだっていいんだよ、そういう曲から曲さんまで僕はもう聞きたいと思う。だからそうそう、実際に暴力はやめてほしいけど、なんか想像したらね、だから、ごめん、さ、こんなにいい話してんのにさ、お経の CD さ、このハゲ2人っていうのやめてくんない？いや、ハゲてるけど、違う、ハゲは1人だよ、こっちはハゲてないよ。僕、めちゃめちゃハゲてます、ほら。これハゲじゃないよ、ハゲじゃないよ、違う、ダメダメ。これはね、ハゲ言っちゃう。違う、前回も、それは寂しいよ。前回も言われたんですよ、おでこが似てるって言って。でもね、悪くね、僕ね、一つはね、じゃあ男女差別でね、女性はね、カツラをウィッグっていうのに、男性はなんでカツラっていうのがあったね。これはね、全然関係ないんだけどね、これ差別用語でしょって思うんだけど、まあ、女性がするとウィッグで済むしね。でもウィッグってただ英語で、日本語で言うとカツラだからね。ただまあ英語にしただけなんですよ、ね、そうね、女性は、ね、まあ羨ましいなと。年金は払わない方がいいんですかね。ああ、いいね。あ、やっぱり言っちゃった。やっぱり。これはでもね、年金最近強制徴収にはうるさいから、やられますよ、年金の方は。だから受信料はやられないけど、年金はやらない、強制徴収やられますよ。結構ね、今、厳しくなってますね。これは実態としてありますね。まあ、いや、確かにおっしゃる通り、年金制度はいらないっていうのは考え方でおっしゃる通りなんだけど、今現状年金制度維持してるから、政治家が怖くても言えないのよ。今もらってる人がいて、そこが評伝になってるから言えないのよ、怖くて。小川さんがもしベーシックインカム導入するとしたら、どういうベーシックインカムを作りますかっていう質問が、はい、簡単です。今の生活保護をベーシックインカムにします。はい、僕も大賛成します、はい、で要は名前変えて、扶養調査は何も、はい、預金調査はしますけど、はい、扶養調査とかあったんだ、はい、はい、いや無条件に出すってことですよ、ね、出す、審査とか出す、はい、であなたさ、その方の世帯収入だけが把握がいるんで、その収入把握の預金調査しますよ、うん、収入あるんで。そう、これは他の手当と同じ。そう、要は最低に下回ってる人全員に7万とか5万配るんじゃなくて、下回ってる人に13万もうガンって無条件に配っちゃう。だから多分、ね、収入は5万あったら、じゃあ13万引く5万の8万出すから。そうそう、あと無料でいい、無料でいい。そしたら現行の制度何の変わらないで、そうガッといくだけ。そう、それでいい。それで扶養調査とかいろいろこうね、恥とかって思う考えもね、まあそれは意識も、昔はね、かなりケニーで黒人差別と同じだから、これ時間あったら治るから、うん、だって今で黒人差別いないじゃん、黒人大統領になったから。ケネディの時代は黒人差別が、黒人大学行く人を批判されて怒られて、当時60年代だから、60年代だから、オバマが大統領になっていつだ、2008年だから、40年以上かかってるんだよね。そうだから、いずれこれもね、時間経てば変わると思 う、 そう、差別財源はね、変わらないの。このだから年金をカットするだけでいいの。財源の問題じゃないんだよ。だから要は
そう、だもしだからそれね、さっき話してんだけど、公務員の問題であったりとか AI の技術で全然可能なの。だから小川さんの持論がすごい面白いのが、公務員はすでにベーシックインカムもらってるっていうのが、そうだよ、だからベーシックに20兆やってんだよ。そうだから、そうだから、それで10兆でいいんだよ、増えるの。だけど、あの、でも最悪ね、もしね、最悪ね、財源なくなったら、それはみんなで貧しくなるしかない。それはその時はね、まあ、そんなことなんなって思い、思うけどね、ぶっちゃけ思うけど、もしね、みんなで貧しくなっちゃったら、この国がね、極限ね、スペインみたいになっちゃった、ギリシャみたいになっちゃったってなったら、それはみんなで貧しくなるしかないよ。あのさ、青字、さっきの放送見てた、あのね、結構キーワードがあって、生活保護費は4兆円国税を使ってると、税金投入してるんだけど、報道されてないんだけど、年金の足りない部分11兆が年金に使われてるんだよっていうことを皆さんご存知ですかっていうふうに言ってるのよ。見てた？さっき青字。だからね、その隠れたお金っていうのがいっぱいあるの。で、しかもね、今の政治家、あの、例の有名なね、細野豪さん、わかるよ、細野豪さん。細野豪さんが、年金は税方式にしろって10年前言ってんだよ。もうそこからしても終わってるわけよ。で、要はね、生活保護と変わらないよ、年金税方式にしろって言ってんだから。そう、だから税方式にしろって言ってるってことは、要は税でやるっていうことは、だったらじゃあ生活保護っていいじゃんってなるんだよ、別に。だってただ僕なこれすごい重要で、何年後に国民の暴動が起きますかねって、僕暴動が起きておかしくないレベルだと思ってるんですよ今。僕はだからね、いや、とっくに起きていいと思ってる。だからね、だからバブル崩壊の時にも起きていいと思ってるよ、うん、本当にだからね、なんでこの国銀行員があんだけ年収もらってね、バブルであんなことめちゃくちゃやってね、黙ってんのかなって。だからね、いやある小説ではね、銀行東大出た時に東大に対してビール瓶で殴りつけるのあの小説で、この人で全く売れてない小説、本当マネークの小説、俺読んじゃったけど、つい面白いんですよ。多分俺が読むってことはみんな読まないなと思ったけど、だけど多分まあ暴動の時に、暴動っていうかね、ビール瓶でバシャーンって、その頭取は今の財務省から甘くなった頭取なんだけど、それがね、殴られて、なんで俺がこんな目合うんだって、そうって、そう、俺はただ、やむを得ず出席遅れてここに来たのになんて言って、そう、ちょっと、この人誰って、多分客層変わったんですよ、時間があって、ちょっと小川さん、紹介しますね。現在、行政書士、生活保護専門の行政書士で、小川由紀さんです。で、早稲田大学法学部卒業で、ケースワーカーを11年、船橋市役所でされていました。で、今は独立されて行政書士をやっています。生活保護専門家です。はい。大丈夫ですか？ OK だったらみんな OK って書いて。把握できた？はい。ということです。いや、ほんとね、だからみんなほんとね、これね、結構若い方多いんです。いや、実は僕の客層は30代以上なんです。でも30代以上でしょ、はい、まだ若い。だから、要するに、俗に言う70代じゃないですか。70代見てないですよ。ネットわかんないです。だから70代の人が言うとね、これ、俺の後輩がね、まあ、40ちょいなんだけど、親父がまあ70ぐらいでしょ。で、母親見てたらね、こういう人いるから生活保護を助長するんだって、まあ、そう、もういきなりそこから入ってたけど、そう。そう、だからね、所詮だからそういう人はよく分かってて、ね、柔軟なやつだから分かってて、役所員だけど分かっててね、だから結局ね、そういう見方みんなしちゃってんだよねって。そう、でそういう人はね、別にその貧乏人同士だと無駄でしょって、もうそれじゃちょっと変わってドライなやつけど、そうだから、でも思ったらね、当然だから自分も違う課にいた時、同じ係員同時はね、散々その若手課にいじめられたらしいんだけど、いざ今度は生活保護課で係長になったらね、みんなはぁーなっちゃって、そう。だからしかも自分がね、あの6年やって、決裁やったのがね、一つのキャリアになって、みんな勝手に辛抱したわけ。悪いけど、そいつ、仕事できないからね、俺が。でもね、できなくてもね、みんなが辛抱するとね、できちゃうんですよ、仕事できる。で、一応6年が多少はしてるから、たまにちょっとした知識言うと、あ、やっぱ手島さんすごいやみたいになっちゃって、お前いい立場立ってんじゃんとか言ったらね、まあそうですねって言われて、だから不思議ですよ、いや人間ってそんなもんなんですよねって。だから生活保護にしてもだからそんなもんだから、本当に人の運ですよねなんて言うと、いやー、どうなんだろうな。でも年金破綻してるから生活保護一元化っていうのはありだと思うんだよな、うん、消費税感じ、ああ、そっか、勉強しますよ、勉強しますよ。年金も新しい、そうだよ、だからいらないよ、年金。あの、厚生年金、相手はね、だからその民間でやりたかったら、民間、アメリカで民間でやればいいの。あったら生活保護でいい。怠け者で言うと、よく言うけどね。
いや、教えて、ね、あのほら経済学なんか専門家じゃないから分かんないとこあったらもうどんどんビシビシ言ってもらったら、中でいっぱい言ってる人いたからコメントする全然硬い話だね。こういうの面白くない？俺こういう話をメインでやっていきたいんだよね。俺は。ああ75歳ね。うん、変だよね。うん、75生きてるか分かんないもんね。まあ今は65でしょ。いずれこれ伸ばすんだよ。どうやったら68だからね。うん、民間だと倒産でいつからダメですね。昼間の放送みたいな年金制度、あとどれくらいでなくなると思う？なくならないよ。だって今もらってる。要は税金で投入して先延ばし先延ばし先延ばしってやっていけばいいだけだから、いずれ破綻はするけど100年足で嘘だからね。だから要はお金借りてやればいいから税金が上がってって言って結局側のもらってるお金はあれだけど、要はなんて言えばいいんだろうな、あの税金が上がって なんて説明すればいいんですかね。結局幸福度とか買えるものが少なくなってるだけなんだよ、うん、なっていくだけだからね。あとはだから年金、最後は多分年金額を頭下げて下げるって話になると思う、うん、で下げた政党が選挙で負けて痛い目あって政党変わるっていうことがいずれ起きると思う、うんうん、だって下げられなくなるんだってね、うん、あとは また国債発行するんだからね、無理やりね。ただでも国債発行して買ってくれる国、まだ日本がそれだけの国富があればいいけど、今の日本の国あの富は結構あの個人金融資産は結構多いから、まあ、めちゃめちゃ多いですね。それはか年寄りで金持っていくから、うん、それがいずれそこのそれがガッて回ったらそれなんですよ。そこの子供たちに回るから、うん、そうでだからそれ再生そうでその子供たちがだから意外と今養われてるから、あのツイッターとかでバンバン批判するんですよ、生活を。お前親の保護でしょって、親が保護するか国が保護するかと違いだから、ね、そうだからじゃないのって言ってもね、いやそれやっぱりそういうの強いからね。なんかね、それある人が言われたんですよ。なるほど。まあでもだから自分もだからもしかしたらね、まあなんていうかな、あのまあいずれその本当にもうその保護に陥ればね、まあどうなるか分かんないけど、その居心地がいいところにいいじゃん。小川さん、この後、青壁だから恥ずかしいからもうやめて。そういう青壁ってなんですか？いや、いいんですよ、もうこういうわけのわかんないのほっといていいんですか、はい、もうこういうのわかんないから全然もう、はい、あのくだらない話なんで、まあ、テキーラ飲みましょうみたいな話なんで、うん、テキーラ、ああ、言う、いやいや、いいです、いいです。これは恥ずかしいよ、こんなにいい話をしてるのに。青壁とかテキーラの話しかできない君たち、俺は愚民どもめ。まあそのいろんな意見やっていいよ。だからあの本当いろんな意見やっていい。だから本当にあの一番いいのはダメなのは無関心だから、関心あるし。いや本当ですね。積極的、しかも僕一番嫌いなのが積極的に無関心な人っているじゃないですか。無関心な人にガッて入り込むと。もう俺は考えられないですね。ダメだね。だからね、いやただね、まあ意見でも限度があって、無関心であんまり暴れてるとちょっとあんたね、ちょっと待ってった話になるけど、そうじゃない分には入っていいと思う、全然そう。若い人に言いたいことは、モンストさんの。お前と愚民だからな、愚民ですよ、愚民ですよ、はい、愚民です。昔こういうドラマでイギリスでね、はい、私は単身バカですね、はい、私は単身でバカです、はい、私がね、困っている人を助けるとバカと言うんだったらね、バカで結構です。でもそういうバカがいっぱいいるわけです。この目、この バ,、ね、このバカと言われていた人にみんな団結しましょうって言ったわけ。あのドラマすごかった。で、勝って労働党を勝ったんだけど、やっぱその妨害って入るものすごい激突権威。最終的にはそのドラマの最後はあの自分のブレーンもほら国防費に関してもいろいろこうやって、ブレーンがちゃんと分析してるのに、そうでも結局そのブレーンが殺されて最後殺されて、で結局その本人が最後のシーンが実はその労働党の彼は左派なんだけど、右派が 65% ウェインライトってやつがいう学歴名義、そのあれが上がったところで次の選挙になって、その瞬間でどうなるかで終わっちゃうんで、そのドラマで。そう、テリアさんね、俺はね、積極的無関心、要は無関心で暴れてるやつっていうのが大っ嫌いの。消極的無関心はね、もう意識を変えていくしかないと思ってて、それは言論に携わる人間が火をつけられるかどうかだと思ってるのよ。だから積極的無関心に関しては俺は否定する、断固否定する。じゃあぶっちゃけ皆さんにも聞きますけど、じゃあ例えばね、安倍さん好きなの？石破さんがいい？大好きですよ。
大好き。じゃあ安倍さん、じゃあ安倍さんのこと、じゃあ安倍さんのことじゃ教えてあげますよ、安倍さん。なんだか僕の生活保護でね、僕じゃないけど、別に担当してる人で、安倍さんと選挙区で戦った人いたから、それが今生活を受けてるんだよ、その、戦った人の秘書がね、秘書のね、奥さんが受けてたわけ。安倍さんがね、選挙内で、まあ当然安倍さんだけじゃないんだけどね、めちゃくちゃやってたことをね、いろいろ聞きましたよ、めちゃくちゃやってたこと、うん、いや、政治家ってそういうもんなの。仕方ないと。むさくさん何やったの？もう買収か何かの全部、スキャンダル流してる。山口です。もうね、今選挙はもう、まさに仁義なき戦いですから。まあまあまあ。そう。で、だからね、で、やっぱり、あそこの村どうなってんすか？安倍さんの村。どうなってんの？なんか、すごくないですか、政治家が。いや元ね、山口県のところで、だから奥さんがね、居酒屋走ったりとか、ディスクジョッキーやっちゃったりとか、それはね、奥さんの仕事、奥さんは森永製菓の社長の娘です。で、電通いて、はい、ね、で、安倍さんとお見合いで結婚して、安倍さんがさんが通ったって言い方してたけど、まあ、行ったわけそう。で、結婚したけど、安倍さん、親父が言われて結婚して言われて、そう、さんざん言われて、そう。あの世代は結構うるさいから、親がそう。だから結婚して言われて、いや、やったわけそう。で、結婚したんですよ。で、次男だけは結婚して、やったわけ。長男は東大三菱商事なんだけど、長男は政治家嫌がったわけ。それは政治家なんて、だって普通は内閣ないですよ、バッシングだけ受けるだけで。そしたら東大三菱商事だったら、そこで普通に生活したいじゃないですか。で、安倍さんはだって悪いけど、まあ、ちょっと、まあ、学歴がどうこうじゃないけど、彼らは、まあ、政経大でしょ。坊ちゃんの政経大ってことは悪いけど、何でも勉強しなかったんだけど、要はアホだから、そう。ね、実際はアホですけどね、そう。で、それで、まあ、彼は、次男だけど、まあ、その、ね、政治家になって、で、安倍晋三郎さんっていう親父さんは、あの世代にしたら17でしょうね。ギャグで、長男は安倍家が継ぐ。地盤は次男が継ぐんで、地盤次男ですね、お願いしますってギャグで、なんとかもう周りを説得したわけですよ、一生懸命そう。だって中川さんなんかもう死んじゃったけど絶対長男がダメだって嫌な日本抗議まで行った息子の正一さんをやったんだから自慢にそのぐらいあの昭和の時は絶対長男がもう絶対なんですよ俺すげえコメントだなと思って国のことはどうでもいいんですっていう言葉が枕言葉になってるってすごいな小川さんの幸せって何ですかああ幸せねあそうですね最近幸せ感じないですよ嬉しいコメントです本当ね、そうだね、幸せが必要だよね、それね、結構ね、何人かの、ね、人に言われたんですよ、あんた、幸せ何なんですかと、そう、おっしゃる通りです、お母さんの幸せね、幸せなんだろうな、ちゃんと彼女作るのがダメなの、もう年でも年だしな、彼女もできないし、ハゲてるしな、すいません、おかわりお願いします、気をつけないと変なのにな、お金はね、ね、捕まっちゃうし、もうなんか、そうですね、幸せ、お願いもんで、あ、幸せを感じます。はい考えます。すいません。俺は、あれだな、息が吸えて、飯がうまくて、要は、衣食住が整ってたら本来幸せなはずなんだよ。はずなんだけど。俺はそれ言えなかったね。言えない俺はまだダメなんだね、僕いやいや。だけど、もうそれが当たり前になってるから、そうだね。要は、ホームレスになった時、寒いのよ。食えないの飯が違う違うその時に俺は生活保護を受けられなかったら死ぬって思って今だから家に多分生活保護を受けたことはないじゃないですか初めてベッドに寝た時泣いたんですよ俺この日本に生まれてなかったら死んでたって思ったんですよていうか思ったんですけどやっぱり、ね、そこで岩戸さんとはまた違いなんですよ、うん、私は所詮なんだかんだ言ってまだぬくぬくなんですよだって、うん、要するにね大学も出てそのまあ就職もまあまあ希望じゃないでしょ、社長入って、で一応まあごちゃごちゃ中であったけど、僕とかあるし、所詮は金は入ってる、バーっと、で今辞めて、なんとかね、普通に生きてるわけで、今、YouTube やってる、だから、所詮、本当の意味ではそこのロークがないんです、私はそう。で、もちろん、まあロークないからいいわけ別だけど、そこがないから、そこの本当の意味では、真の意味ではあれは、で、ただね、歴史を見ると、やっぱり面白いので、まあ、なんていうか、結構そういう層の人が意外と毛沢東もね毛沢東ってそんな貧乏じゃないですかね、うん、決していわゆる当時の中層じゃないけど、うん、親父はそこそこの地主なんで、うん、革命家毛沢東共産主義正月期はもう超エリートですからね、うん、だから意外とそういうそこそこのがまあなんかやる傾向はなんか歴史上見てるとあるんだよね秀吉だって別にほら いわゆる足軽の息子なんで、うん、農民でもドン百姓までいかないんで、うん、で田中角栄も
とは散々小学校出た俺らって言ったけど、うん、親父は馬買ってんだ、馬買うぐらいだったらそんな、いや、まあ、そんな貧乏人ではないではないですよ。ただし当時のいわゆるエリート層からしたらはるかに、まあ、下になるわけです。だから全体で見たら決してお父さんとかもそうですよね。あの俺は貧乏だったっていうエピソードを語るけど、実はその お父さんパチンコ系なんてとかで結構豊かだったみたいな。だからそうそう、だから本当のね、だからある種無人、いや、じゃあブランディングですよね。実はね、本当の貧乏には絶対やっぱ上がれないよ。そう、あれ、あの、で、いかね、総理にはなれない、うん、総理まで行くにはある程度の中級の方でないと無理だと、難しい時期だと。あのこれは世界各国の共通なんだって。そう、でこれ確かに、ね、あの JMB と確かに当たってて、本当の極貧になった人ってなんかそういう症状を俺作ってみたいね。本当のあの本当運のいい、あの一回作りたい本当の極貧で。俺はね、あのね、まず国って何なのかを知らないっていうのが俺はやばいと思ってるの。国っていうのは俺らなの。国、俺らが国なの本来で。みんなが言ってる国っていうのは政府のことを言ってるんですよ。政府が国になってる時点で国民主権なんかないんだよ。ありがとうございます。だから俺はその意識改革がない限り、国は自分なんだっていう意識を芽生えさせない限り、この国はそう国として成り立たないと思うよ、うん、そうだね、うん、だから国ってのはあくまでも国民のためにあって国なわけ。だから昔ね、大日本帝国ってもうこれこそ昭和50何年のドラマなんで、まさにあの僕が子供の時見て、もっと変な子供だよね、あのその先生が見るなんて、あの子供でね、応援生だったんだけど見たいって言って、 その時にサイパートで将校に酒飲んでるわけよ。その時ね、何を守るんですかって言ってね、国家とは何ですかって、国民を守るようにあるんじゃない、ないんですかって、ね、その国民を見捨ててね、どんどん司令部だけ移動して一体何なんですかって、このセリフを言う軍人、俺すごいと思ってよ。そのことね、そう、それを守らずね、当時で彼ら陸軍大学校出てエリートなんですよ。だからね、おお来たか来たかってみんな言ってね、お前はなんとかするとかっ て、いやそうじゃないでしょうって、ね、あなたの軍とは何なんだ、アメリカ兵を切るためにある、そのアメリカ兵を切るのは ね国民を守るためだと、うん、そう、だから国は国民を守るためにあるんだというね、ことをね、あの時代に言い切った人ってのはすごいと思う。で、まさに今の時代だともっと言い切っていいと思う、正直言って。それがね、なんだかよくわかんないんだよね、今の時代でもね、概念があったし。あくまで国ってのは、そう、国民を守るために必要で国ってを作ってんだから、そう。これ、あ、そうか、あ、そうか、赤ちゃん、栄養じゃなくて、筋肉だよ。会議を唱えて国民を、うん、しいたけ、利権を恐れる。うんとる、国会って知ってます。じゃあね、じゃあぶっちゃけじゃあね、いや、面白いのはね、昔だったらね、安倍晋三さんなんか叩かれまくってるけど、今回に、あれしてもあの西部さんじゃあ、はいはいはい、うん、西部さんっていうのは朝生で散々よく喋ってて、あのどっちかというともともと共産系だったわけ、左系だったけど、でそれが保守の方にまあ傾いたんだけど、ネオリベラルの感じなんですか。いや、ネオリベではないと思う。もともと共産系だから、はい、ネオリベには反対すると思う、うんうんうん、絶対そう、反対、うん、あのもともと共産系だから、はいはいはい、あの世代はそう、世代あの人自身がね、ネオリベには逆に嫌な気分、だからあの人は俗にそういうことやっといてパスタに甘くなるとか、ああいうのにすごい嫌がる人だからって言うけど、そこにはもう言論一本っていう、まあ、ちょっとプライドマンだろうね、そう、まあ、言論一本でもまあ飯食ってきてんだからいいんだけど、あのそれでやるとないけど、だから西部すずめさんって人はだからすごい、あのできっと彼は東大経済学部で、なんで経済学部行ったかって分かるか、自分は経済が嫌いだから、嫌いだからあえて言った、そういうあの人なんですよね。そうそう、だからそう、でだからの当時野坂も大島さんもいない死んじゃったよね。そうそう、だからああいう人たちは結構ね、国会議員のバンバン行ったわけっていう、まあ、西部は結構おとなしかった、おとなしいっていうか、まあんまり怒鳴ったりしないけどね、大島先生はもう怒鳴らなくてあの来るって、そう、あれはちょっとまあね、個人的には好きだけど、まあ、あれはどうかと思ったけど、だって評論家が怯えたもんね、みんなね、野坂とか怒鳴られるかもしれませんけどって、いやいや、怯えなくていいだろ、別に殴るわけじゃないんだから、そう、殴ったら訴えりゃいいんだよ、そう、
でも野坂と大島渚だって何かの式の時俺はビリビリで殴り合いしたからですよ。でそういう人がみんなもう 今もういなくなっちゃったわけ。つまりなんかお行儀のいい人の評論家、うん、そういうことを女性ではあの三浦瑠麗さん、はいはいはい、ルリルリ、まあ、誰かルリルリはまあ僕はそんなに論理が果たしてるとは思わないけど、ルリルリさんは多分将来政治家になる気なのかなと思ってそう。いや全然謝らなくていいよ。国会議員が俺に何かをしたかなってどういうことなんだろうな。国会議員が何かをしてくれると思ったら大間違いだよ。要はまあ民主主義なわけじゃん。で間接民主主義だとしたとしても、そういう国会議員を選ぶか選ばないかっていう話なんじゃないの。要は俺は意識の問題言ってんの。要は国民がそう国だっていう考え方、意識の問題なの。三浦は大勢の人間ね。そう三浦だから次の参議院選挙出るって噂も出ちゃうわけよ。そうするとだってルリリちゃんね、そう、うん、でもルリちゃんのね論理がちょっと破綻してるから、で微妙にほら顔がいいでしょ。もうそういうのやめて、逆にブスだったら逆にね納得できんだけど、生実家可愛いけど怪しいんだけど、三原純子のネバないよ。三原純子のね、あの海に飛ぶドラマ映画見せてくれよ。お国が 何だ何言ってんだあんた、そんなためになってあのセリフを聞かせたけど、いやいやお前今国会議員だよって思って、あれ受けたけど結構ね、海浮かば見た時ね、まさにお国のため何なのかって芸者の役やった時のセリフが正しいですよ。今金八先生と三浦が、あ、じゃあ三浦淳がたまたま同じ部会でコラボしてやって、はい、武田でもう年取ったからね。そう、俺テレビ見ないよ、ポンさん。テレビ持ってない。ニュースもやめたからね、俺。だからね、から今の若い人もテレビ持たないから、そう。私はテレビ、あの、備え付けなんでありますけどね。そう。人間って何ですか？人間なんですか？え？人間なんですか？人間って、だこれ実はね、あのね、山崎豊子が書いた、静まぬ太陽って日本航空ドラマしたドラマで、動物園行くんですよ。最後に鏡があるんですよ。で自分見た時ね、はい、一言なんで書いたの、はい、世の中で最も醜悪な動物って書いてある。それ見た瞬間に自分の日本航空思い出した。あ、そういえばもう嘘ばっか、騙しばっか、どう左遷させるか、で利権むさぼって、日本航空のね、だ本当日本航空小説見た時すごかったんで、僕は山田とかに NHK 小説書いてほしかったんですよ。もう死んじゃいましたけどね、 NHK の実態ね、うん、まあ、NHK は権力ができないのかな、だけどやってほしかった。日本航空のもうあれをさ、すごかったもんね、うん、こんなにいい思いしてもう最低のっていうのが、そう、それは若者っていうか、それは日本航空破綻して当たり前のこと。だから面白かったら皆さんフォローしてください。よしく。あとあの NHK じゃないですけど、あのアイテムで集金をさせてください。アイテムください。ぜひね、あのね、少量あの政治の裏側をね言いますが、どんどんね、そう、騙されないことですよ。消費税もね、食料品や、ね、高いのあんな普通ないですからね。だからなんかそのパイが多くて貧乏な人からかすめ取ろうみたいに見えるんですよ、僕。そうですよ、正解ですよ。だから、要するに本来生活必需品のところ非課税で、まあ、消費が上がって経済効果が高いんですよ。こんなことね、分かりきって話なんだけど、誰がこんなことしたんですか。なんでこんなことになってるんですか。そうだね、本当ね、本当にだからまあそれは与党の政治家っていうか政治家かなとしか言わないですよね。あとマスコミもまあそう含めてね、そう。そうだからひどいと思う。だからね、生活費を非課税すれば消費増えるんだもん、絶対。縫製業界を儲けさせてもしょうがないんだから。俺ね、あのね、男女平等とかいうのもね、騙されてると思うんだよ。例えばさ、あ、よく言うんだけどね、はい、あの例えば昔は40万円男が稼いでて、一家奥さんと子供2人を40万で養ってました。ってことは労働力が半分で済み、労働力1で済む。正解そう。でこの時にね、女性を働かせましょう、女性に権利をつって、労働力を倍にして25万払って、その50万で家族養いましょうって、女の人が働いたら、ね、どうなるって、もう怖いよと。あのね、昔ね、
実はね、こういう人たちね、女性社会人で男性雇用を奪わねえかダメだったらね、すげえバッシング系なのよ。でも意外とこの人の言うこと当たってて、でね、要はね、一番いけないのね、要はね、主婦をバカにしたから嫌なの、うん、主婦を。そう。そう。それをやっちゃった世代がね、責任がある俺にはさ、主婦をバカにしてね、俺がしたってんだから威張ったから、からお前らが威張んないからこの子なんなかったんだよ、みたいな話。そう。分かってんのか、バカにしてないって、まあここにはいないけどさ、ほんとそう。あいつらが威張っちゃったからね、散々バブルで金もらってドンズラして、で、あと世代はもう勝手に友稼ぎさせて、いいっす、もう海外の生活保護と日本の生活保護の比較というか、ああ、海外、ね、これ聞きたいっす。はい、はい、海外ね、はい、はい、僕ね、海外ね、詳しくはないけど、平たく言うと、海外の方がね、楽に受け入れますよ。受け入れたりね、そんな制限のところで恥とかないから、逆に受け入れすぎてまずいとかいう批判はありますと。でもその代わり、ドイツなんか例えば受けても生活費が出ないけど、住宅費は免除とか、いろいろあります。そうそう、ありますよね。そう、ありますよ。日本はでも、なんかそう、受けるの大変だけど、全部面倒見てくれるイメージがありますね。あの海外はもっとドライですよね。ですよね。なんか、あの、何でしたっけ、フードスタンプ。あ、そうそうそう、アメリカはね、州ごとでフードスタンプとかやってますね。要は食い物くれる。ただアメリカはね、ドライな国なんで、アメリカ あんまりね、アメリカはね、あの、アリシアがいいですよ、あまりしようかな。ヨーロッパの方でも結構だから、簡単に受け入れますよ。その場合簡単にやめるし、また受けるって感じする。これは読み上げちゃいけないやつです。僕らに隠れたメッセージでここに書いてある。僕らにだけ伝えたいコメントなんですよ。なるほどね、はい、なるほどね、なるほどね、なるほどね、はい、行ってらっしゃい。俺は小川さんの活動すげえ面白いなと思っていて、なんか生活保護専門のYouTuber っていうのは結構新しいなと思っていて、うん、面白くないですか、うん、かなり新しいよね。まあ時代だなっていうか、こういう専門的な人が本来やるべきなんだよ。だから立花さんの影響もかなりあるんじゃないかな、うん、恥を煽るのは政府の洗脳、まさにそこでしょ、うん、いやだからね、官僚頭いいんだよ、うん、官僚頭いいんだよ、うん、生活保護専門の行政書士って珍しいジャンルなのかな。多分ケースワーカー側にいた人がその生活保護を受けるのを手伝いますよっていう活動をしてるっていうのが俺は面白いと思う。逆張りじゃん、逆に逆側に行ったっていうのはすげえ面白い。山本太郎が生活を全て生活保護ではなくて困ってる部分が家賃だけとか保護するべきって言ってましたが、どう思う？今現状の生活保護制度そういう風になってます。制度を知らないだけです。要は山本太郎が無知なだけ、はい、あの要は家賃だけその生活保護で送り合えるって選べるじゃないですか。要は家持ってる人は家あるんで家賃のあれがいらないですよとかできるじゃないですか。できますね。できる。家の資産価値がよっぽど 高いんだって話は別ですけど、まあ、おそらく相談に来てる方はまあそういうことはないと思うんで、できますね。あの本当、生活保護ってね、あの間違った知識でやっちゃうと、あの悲惨な目に遭うんで、ぜひ、あのなんか分かんない、ダメなものダメだってちゃんと言いますんで、あの、ね、これね、俺も語らせて。あのね、北欧の方って 35% とか 40% とか取るじゃん、スウェーデンとか、はいはい、だけどゆりかごから袴までっていうじゃん。あのね、俺は本来国っていうのは GDP で測るべきじゃなくて国民の幸福度で測るべきだと思うの。これは俺の見解ね。だけど経営的な判断で政治家が政治を回すようになっちゃってるから GDP 上げた方がいいとか数字の部分で考えてるでしょ。で、そのバブル以降その GDP が下がってるって言ったら上がってるんだよ。実際上がってる率が下がってるだけなの。
豊かになってんのに豊かになったっていう感覚が国民を持ってないっていうのが俺は問題だと思うの。そもそもね、こんな島国で1億3000万人しかいないのに、ね、世界で2位だったとか3位だったとか一時期1位だった国っていう方が俺はおかしいと思う。ヨーロッパ並みの水準で23位とか16位とかで国民が幸せだったらそれでいいんじゃないのっていうのが俺の考え方。国民が幸せで別に幸せだったら別に金なんか必要ないんだから。だ人口が少ない方がっていうよりもね、実はね、数学者の学者さんなんだけど、10代の頃に話が聞いたことがあって、日本っていう国土を考えた時に、4000万人か5000万人ぐらいの方が経済は回りやすいっていうのは聞いた。要は、日本は人口爆発、その時ね、10年ぐらい前の話だけど、人口が多すぎる。それによって、問題が起きてるから、だからこれから政府っていうのは人口を減らすところにメスを入れてくると思うよっていうふうに言ってた数学者が、たまにリスナーが生活保護を受けてる配信者に支援したりするけど、あれってバレなきゃいいの？いや、バレたら不正受給ですよ。ダメですね、うん。まあ簡単に言うと不正受給というか申告をしてるかどうかなんだよね。まあそうですね。だまあ無申告だったらアウトでしょ、倫理的に。はい、ワトツーゴンさん。いや、生きてる実感がないんだよ。何でも揃ってるから。なんか生産する喜びみたいな、さっき俺ね、小川さんの話聞いてハッと気づかされたのが、義務条項、憲法の中に教育、労働の義務って言われたらさ、国が国民に働きなさいって命令してるってことなんだよ。国民これ守ってねっていう。だけどもともと義務条項じゃなくて権利条項だった。要は働かないと食えませんよね、国家が仕事を働くっていうのを権利を保障しますよって、なんていい、素晴らしいですよね。要は皆さん安心して働けますから、国が働き手を作っていきますからって。俺そんな国で生まれたかったわ、変えよう。だからそこだけ、ね、労働の権利、勤労の義務の教え方をだから間違えてると思う。だから政府案とこうあってってやったほうが、だからもちろんね、日教組がいたのになんでやらなかったかって不思議だよね。日教組がバカだったからね。すごい大事なことですよね、労働の権利、俺らみんな働けるぞ、すごいいい社会ですよね。お金を稼げないだけはダメだと。だからね、労働憲法を作った時って、ね、優しいでしょ、もともと原案は。で、最初ただね、日本よく押し付け憲法で、アメリカの押し付け憲法って、もともとは日本で作ったんですよ。だけど、日本で作った、例えば結婚は親の同意を得るとか言って、ちょっと女性担当がハッとなって、起きて、こんなひどいのあるのって言ったらね、当時の日本の人が、ね、いや、日本国は親の同意を得るからね、そんなにないぞって言って、当時の日本の役人やっぱり弱いから、すいませんでしたって謝って、直すっつって。夏井さん、ちょっとごめんなさいね。すごくいいこと言われたんで、人口を増やせじゃないの、冷静に聞いて、バランス整えよって言ってんの俺は。要は少子高齢化って人口が、子供が少ないじゃないの、比率がおかしくなってるっていう問題なの。だから子供をちゃんと埋めて、ちゃんとお年寄りとバランスが良ければ俺は国は回ると思ってるの。でも日本って子供が生まれないからって問題になってるように勘違いしちゃってるの。人口のバランスが崩れたことが一番の問題なの、少子高齢化は。すいません、話終わっちゃった。なんでね。だからね、結構ね、GHQ の押し付け憲法ってのは分かるんだけど、当時の日本人は意識低いで、結婚が親同意がいるとかっていうふうに書いてたんで、これダメだなったのと、やっぱ古いなと発想が。で、慌てて和訳で作っちゃったわけですよ。で、憲法9条も実はね、共産党反対したわけよ。自衛権ないじゃないかと。だけど当時明日首相は、いや明日修正ってやって、いや自衛権 OK にするように文章だ、あれ要求もなかったけど、怪しい文章、国際紛争を解決する手段としては武力を行使して、なんだこの国際紛争って言ったりと。要はね、自衛権はいいんだっていうのを単純に言う、まあ、攻められたらやっつけていいんだよ。それが明日条項。
だからそこをね、でも明日条項ってあれですよね、否定されたんですよね、後に。そうそうそう、明日条項はなかったことにするってなって今揉めてる。だから本来で言うと、それやってるから別にね、当時の日本バカじゃないんで、どんどん騒いでるんで、だから、だけど、だからね、一つ言うとね、憲法9条によって、この国の、ね、若者の命が助かったことは事実ですよ。だって、9条があるおかげで、日本兵隊、だって、朝鮮戦争で出せって散々言われたら出せないって、吉田首相が抵抗して、唯一総会でだけ出して、それを隠密にやって、で、死んだけど、まあ、あの、募金したと。だって、サダム・セインの時だってね、出せって言われたわけよ。で、9条で逃げたわけよ、日本。だからね、そういうね、あの本当にね、9条でもって助かったっていう部分が結構あるよ、芸術問題として。うん、9条がいい悪いじゃないんだよ。そう得したよね。そうそう、だって韓国はだってベトナム戦争で派兵してんだから、今慰安婦で問題になってるけど、韓国は逆に皮肉な話ね、ベトナムの慰安婦で問題になってるんだ韓国は。逆にそう、その韓国が日本に対して慰安婦でギャーギャー騒いでんだから、全く爆笑だよ正直言って。もうそう、だから憲法改正したら利用されるアメリカに間違いないよ。そう考えるじゃなくて、だから憲法9条を改正には日本がきちんと外交力がないと危ないんだよ。今の日本の外交力大丈夫かな、話よ。だって、ね、イバンカ来たらね、だって頭下げてるだって、首相じゃだって、危ないでしょ、だって。大丈夫ですかってね。そう。まあ、本年とかうまくやってたらいいけど、ちょっと信用できないよ、俺は。もう怖いと思うよ、日本の外交。だってさ、大統領娘にだって、尻尾振ってさ、あれ、海外じゃな、もう和訳するよ、正直。どうぞ。はい、でもありがとうございます。ああ、浸透よね。僕はだから本来国会議員をちゃんと選んでちゃんとしたら決める政治が一番いいと思うんだけど、国会議員で国会議員が和訳するやんだって。もうそう、人が足りない、経済効果が落ちる。あのね、しゃあない、経済効果が落ちる、誰が年金を払いますか。 OK、 すごくいい質問になってきた。僕いいですかこれ。あ、僕もお願いします。あ、山本さんお願いします。2人、はい、あのね、OK ですか、ここ切り込みたいんだけど、お金が足りないからって言って増やして賄おう、これって増やし続けないといけないゲームなの。そうじゃなくて、本来冷静に考えて、あの大きい、多く稼いでるのが取って富の再分配だよって言ったじゃん。だからその年金も人口バランスが整ってたら何の問題も起きなかったんだよ。さっき言った通り、4人働いてる世代が1人のお年寄りただい、支えてる。で、多分6万円ぐらいなんだよ。で、1万か2万か4人がこうお年寄りを支えてると、このバランスが崩れたら1人の現役世代が4人のお年寄り支えるとかになっちゃう。だから年金が崩壊する。これバランス整ったら回るのよ。で、今どうなってるかっていうと、借金を返さないといけないって言ってるけど、あの国民に借金なんかないの、政府に借金があるの。そう、あのね、あの国、そう、あれ官僚がめちゃめちゃ頭良くて、国民とかっていうのは、これもね、厳密に言うと間違ってるんだけど、まあ、お金を貸してる側じゃん。だから、そのあのね、まあ、日本の場合っていうのは日銀が貸し付けてっていう、だから税金が上がってっていう風になってるんだけど、要はね、騙されてるわけよ俺らっていうのは。要はね、あともう一つ、さっきも言ったんだけど、幸せって何ですかって、経済がこんだけ発展してる国で、こんだけ幸福度が低い国なんだよ。アフリカとかと比べてごらんよ。飯で餓死する人なんかほとんどいない、生活保護もある。だけど何をしたらいいか分かんない、夢が叶えられない、幸せになれないっていうぐらい病気になってんの。もう俺はね、日本っていう国は心の病だと思うよ。こんだけ世界3位の GDP で、まあ、精神疾患国だね。はい、精神疾患国だね。いや、もう精神疾患国ですよ、本当に。世界で有数の豊かな国なのに幸せになれない病気なんだよ。 GDP 増えて何がいいの。でまたその GDP もね、一人当たり下がってるから25円になっとしてるから、余計そのそれを加速させて、余計その昔ね、昔の日本はね、みんなが何でもあるのよ、中流だって言ったわけ、ブラでもあって、じゃあ貧乏人じゃないところで中流、はい、で今もちょっと似てて、やっぱ言いたくないんで、
あの生活保護も言いたくないんで黙って受けない人もいるしね。そうだから僕はね、日本人でやっぱね、ずっと来てるけどね、小田殿も好きないけど、自分の意思がないんだっけ。要するに当時のね、為政者に従う術だけを学んだだけ。だから所詮当時のね、所詮俺がいなくてもね、外国人が支配、外国が支配してね、やったら、ま、彼は従ってうまくやってくるんですが、これ植民地国家の人だけ。当時の植民地が来たら、その支配者にうまく従ってうまくやっていこうと。でも結局ね、いいように利用されて、搾取されて、最後は暴動で起きて、あの、反乱を起きて凄まじい犠牲を払っただけ。そう。だから独立国であるっていうことがすごいね、あのメリットが大きいんですよ。大切なの。つまみとか大丈夫ですか？で飲んでる時食べない人ですか？大丈夫ですか？あれ全然大丈夫。僕は大丈夫。はい。僕もあの飲むだけの人なんで。いや今なんかおつまみ美味しいですよっていう風に。なかったら食べます。ありがとうございます。いや今日はね、なんでかとね、つまみは食べないわけじゃないんだけど。これだけいろんな人のお話聞けることがすごい嬉しいんで、バンバン反論でもいいし言ってほしいですね。あのいいんですよ、あの意見はいろんな意見聞きたいんで、その意見を聞いて集約してどうしようかってやっていきたいんで、自分はとにかくね、いいんですよ、バッシュもちろんね、性格とか違う意見で全然いい。これあえてなんですけど多分小川さんと意見真っ二つになるんですけど、あえてやっていいですか？面白いと思うんで見てる方。僕、日本っていう国は階級制度を導入するべきだと思うんですよ。なるほどね。どう思います？要は反対ですよね、絶対。僕、階級制度を戻して、要は日本人って農民が大多数だったわけじゃないですか。で、祭りごとに参加しなかったわけじゃないですか。これの影響が戦後負けて民主主義が入ってきて、そのなんていうんですか、その合ってないからこういう事態になってるっていうのが僕の考え方だ。勝ったんだなって思って。要するにどうくらい勝ったんですかって言ったら2万円に。要するにアメリカンを導入したことが間違いない。アメリカン、いや、アメリカンを導入したのが間違いじゃなくて、それは歴史的にもう抗えなかったことだと思ってるんですよ。だけど憲法を知らない、法律を知らない、だけど不平不満があって弱いものが弱いものを叩くっていうふうになっちゃってるじゃないですか。だから僕、江戸時代とか見てみると、なんつうんだろう、完成された社会主義国家に見えるんですよ。その米本位制であったりとか。だからちょっとそこはあのずれるかもしれないんですけど、ね、実はね、面白い人がいてね、僕が学校でね、日本で一番栄えた時代はね、江戸時代で行ったんですよ。松本時代。そうでも、あの一応松本だと江戸時代でちゃんと同志がいて、飢餓とかあったけどね、はい、でも俺そこで話、飢餓あったって、飢餓今ないじゃないですか、飢餓でダメじゃないですかって言ったら、その人はね、まあ、のっぴり教授なんで怒らずに、はい、まあ、それはそうだけどね、小学生教授どこだけど、でもそうじゃないですかってね、あの、違うんですよ、これね、これ分かるんですよ。僕、さっき心の病気だって言ったじゃないですか、うん、で、それってオールウェイズとか三丁目の夕日とかがすごくキラキラしてるじゃないですか、あの世代って。あれって何なのかっていうと、物がなかったから夢があったと思ってるんですよ。でも今、物があるから夢がなくなってるんじゃないかと思っていて、実は貧乏な方が幸せなんじゃないか。ああそう、これ何、はい、要は、はい、でもそれはあるよね、うん、逆にだから貧乏というか、要はなんていうの、金があってもいいんだけど、金があることによってすべて何か失われるパターンもあると。そう特にね、家庭ではね、旦那出世ばっかして仕事ばっかして、うん、家庭見るのは潰れて、はい、家庭見るようになったら、はい、変わったというパターンね、はいはい、まあこういうの、まあその大きい版だよね。だからそう、要するに金が全てじゃないんだよっていう、はい、出世全てじゃないんだよっていう、ね、俗に言う名誉欲求、かなり承認欲求、承認欲求を捨てなさいということですよね。あと、もう超極端人間で、僕超バカなんですけど、学歴もなくて、いろいろぶつけていいですか。極端な話、総理大臣になって政治自由にできて国自由に動かせる権限があったら何やるって言われた時に、僕相続税 100% って言ったんですよ。あ、いいんじゃないですか、うん、全員国の子。ちょっとさっきの話とは真逆になっちゃうんですけど、こうしたら国が回ると思ったんですよ。いや、実はね、税務署なんか結構ね、僕にはそういう考えあるよ。そうね、もっと取っちゃうんですよ。だけど、
結局財産権とかいろいろあの、あと利権とかあるんだよね、うん、で議員さんがみんなだってそういう相続でもう敏感な人が でもねそれはその人はネオリベと同じで激しくやっていいと思う、うん、逆にだから俺政治ポジションどこなんだろうな、たこ焼き食いましょうか、たこ焼き食いますか、はい、いや自分はだから正直言ってそれはね分かるし、ものすごい分かる、うん、一緒のことだから相続で、ね、相続はしませんけどね、最低生活分だけ残しますって、僕そのお金で一番意味が分かんなかったのが、平等を考えた時に年収300万円の子供と年収3億円の子供ってチャンスっていう機会費用オプチュニティコストも全然違うじゃん、全然これ差別じゃんと思ったから、だから3億の人も300万の人も一世代でもうお金使い切ってください、もしくは余ったら国に全部返還して子供たちの政策にばらまきますよ、教育とかに全部ばらまきますよってやったら、だから、ね、国が良くなるんじゃない、そこはだからね、親子っていう血のあれがあって、はいはいはい、やらないんだよな多分と思うよ、うん、そうそう、だからねそれはね論理的には正解なんだよね、そしたらもう極差だって言われたんですよ、いやいやそれはだからヨーロッパじゃいけるわけで、アジアは血族が硬いから、そうなんですよね、そうなんですよ、儒教、儒教の人は中途半端だから、まあいけるけど、うん、だから北朝鮮が、はい、唯一3代世襲で言ってるのはあれヨーロッパと時計つぶれたわけでも、はい、いけてるのはやっぱ儒教社会だからいけてるわけですよ、うん、あのキム・ジョンガン、デブ・ジョンガン、はいはいはい、俺はさっととっとと武力をしろって言ったんだけど、いやいやいや、だって今回亡命者やね、国境線の兵士では飯食えてないんだから、一発撃ちたらすぐ反乱起きるよ、もうその証明じゃん、 いくらでしたっけ現金だけで、株とか FX とかの金じゃなくて現金だけで動いてお金、動いてないお金とんでもないですよ、700兆円だっけ日本って、なんでとんでもないじゃん、消費が500兆あるので日本、はい、だから回ってないから若い人が働けてないだけじゃんっていう、いやいや、まあね、絶対ね、あの高齢になったらね、はい、静かに暮らすのにしなきゃ、はい、若いうちに遊べと、はい、ってのだって、はい、高齢になって旅行行って楽しむのね、でもいいかもしれないけど僕は間違ったらその反対派なんだよ、高齢だと静かにもうね、若手に譲って、はい、静かにやってもらって若手かあったら多少の敬いを乗り上げればそれでいいでしょと、はい、僕はそういうのない、だからまあ静かにしね、もうなんか僕その現役で働いてる人が一番生き生きしてて一番稼いでないと国として元気がないと思っていて、だからもう年取ったら引退してるから、でもね、もう俺終わったと、ね、うん、あったらもうロスタイムと、うん、いいと思う、うん、それをしないでなんかね金貯め込んでなんかやってっからダメなんですよ、どうするんですか、なんでお金貯め込んでるんですか、それは自分の権力を示したいからでしょ、あ、ね、子供にちょっとお金を与えて自分の力を示したいとかね、もうそういう発想してると、僕唯一そのおばあちゃんおじいちゃんに対抗できる経済使わせるキラーコンテンツが孫だと思ってたんですよ、孫かわいいからバンバン金使うじゃないですか、投資するじゃないですか、だけど少子高齢化でこの孫が生まれなくなっちゃったからさらにお金が回んねえんじゃねえかみたいな、ね、だからね、そうもだからいいんだよ、そしたら金持つことは良くない、だからこれね、ま、じゃあなんでかっていうと、はい、ね、マレーシアマハーティー優勝って日本が好きだけど、はい、今の日本はダメだって言ったわけ、はいはいはい、結構要は金面日本が好きだっけ、はい、でね、日本でおかしいことはただ一つ、なんで年寄りは金をね溜め込んでんだとね、うん、だこれおかしいと、うん、だからすごい、だからその人がだからほら他のね怪しい金融家が言うと怪しいんだけど、うん、そういう人が言っていくから結構大事なこと、なんで食べ込んでんの、これもおかしいって言ったら、ちゃんと使ってもらう、使うかね、ちゃんと税として取ってもいいんだとか、そう、しっかりお金があるんだ、だって年取ったら医療と介護とかそういうのをちゃんと保証しなきゃいいんじゃないかとね、ちょっと年取保証さえあればあとはいいんじゃないかと、で働く世代にお金与えて働きインセンティブを与えなければ国は発展しないと、そう、最近のその状況、日本情報が揺れてる、そのマハディが92歳で出馬するっていうのは、懐かしいことだよ、92歳で出馬するって言っても、日本にはだから言ったけど、家族間の中でみんな仲良くやってるけど、自分がなかなか行けないから申し訳ないと思った、政治家で忙しいって言い訳でね、行かないことは謝罪したいって言ったっていうから。なるほどね、92歳にしては珍しいですよ、そうなの。だってさ、20代、30代って子供を産むとか、一軒家を買うとか、本来さ、一番金かかる世代なはずなのに、ここが一番貧乏ってどういうことみたいな。だから言うね、どうすんの ?11 兆金ではないんだよ。はい、だったら月2500円かけろと。うん、
ね、一兆下げるね、と、もっと二兆下げるね。ここね、これ売ってるでしょ、言ってもいいんだよ。あのなんか日本年金だね。年金おかしいとこでもそうだよ。ダメでしょって。年金なんで切り込まないかってやっぱりやっぱ政治家、絶対表年怖いからよ。政治家が票取れなくなるからって、ね。政府とか200万だから。だけどこんなお年寄りに向けて政策ばっかりやったら本当国が滅びません？いや滅びよ、滅びますよね、この場合から。中国の議論が、中国人では結構嫌だからね、最近の若いもんはね、お年寄りに、ね、冷たいって言ったね、いやいや、ないっていうのは、若者はね、戦地行ってんじゃないかって、なんか行ってんじゃないかって反論して、はい、で中国はよく前も激論してないけど、はいはい、ただそう、僕はそこはすごいと思う、日本人は何回かで終わっちゃうんだけど、そこははっきり嫌って、ああ、こんな昔でもやっぱり嫌ってんだってことそうだからそうなんだって、だからじゃあちゃんとあったかいものあげなきゃダメじゃないかって言うと、戦地で戦ってんだから、いや、やっぱり国守り必死なんですよ、だからそこで、そんなお年はまだ聞いてらんないんで、何言ってんだって話になってる、国交も分かったわけです、で昔はヨーロッパ国交がいてもあるんですよ、お年寄りはね、何時代したら全員殺すって命令出したわけ、それで慌てて側近たちが止めたわけ、ちょっと待ってくださいって、ね、それやると国交の人気が、何が人気なんだ、だって、あいついらないよ、いやいや、ちょっと待って。だからさっき言った国会作ろうとそうなのよ、国交の命令っていきなり何歳以上殺すって言い出したから、ちょっと待ってくださいって、それで無駄だろうって、いやちょっと待ってくださいって言って、側近で慌てて止めて、そうか、じゃあ一旦やめるかって言うと。だからここがだからこれね、この、国内の総資産のうち60代以上が5割の総資産の5割を持ってる、20代30代が 15% ぐらいしか持ってないって言うじゃないですか、ここにテコ入れるのが政治家じゃないのって思う。正解正解正解、だからね、だから僕はね、この生活保障よりもね、こっちの政策のための勉強会をして、みんなで話し合おうよってやりたい。そうだから別に老人を殺すわけじゃないけど、ちょっとね、あの考えようよと。で例えばね、政治の、ね、若手勉強会でやってるけど、これやってないでしょ。で怖いですよ、選挙は。うん、やっぱ選挙怖いじゃできないでこれ絶対。でもこのお年寄りの方たち、60代以上の方たちってやっぱ日本好きなはずだと思うんですよ。孫の代、息子の代頑張って、だから僕、もうこれ変な話ですよ。この方が死んで相続されるまで日本変わらないっていうのが僕の考えなんです。あのね、ぶっちゃけね、ガッて回るから。ぶっちゃけね、年寄りはね、自分のことじゃないで、通行性にないよ。なんかね、ある知り合い市議会議員がね、いろいろ話したわけ、あなたにいくらかかってて、そこで出た最後のことはね、すみません。僕ドッグレース好きなドッグレース好きなんで犬のあれ作ってませんかって、いやいや話一体何聞いてんだって言ってそう、だからもうダメだなと思ってドッグレース作れ、だから要はねダメなんでしょ。ありがとうございます。貧乏なんですけどこういう話好きなんで課金した、ありがとうございます。若い僕にお金をくださいあのこういう話バンバン言います。私はもう若くはないけどね、だけど、ね、でもねさすがに、ね、あの高齢者の人頑張ったことは認めるけどね、月2500円の、ね、年金ね、1.1兆切ることやりましょう。生活保護費を200何億切るんだったら 1.1 兆切りましょう。ちょっと待ってください、年金の支給額の2500円を切るといくら浮くんですか、財政。ああ、だからざっくり切るんだけど、はい、一応1兆で 1.1 兆、まあ、1.1 兆分かんないから、だからじゃあ1兆です、1兆浮くんですか。1兆浮くんですか。だってじゃあ2万5000円だもん。ちょっと待って、みんな冷静に考えたよ。今回の生活保護費の削減でどれくらい財源取ったんですか。一応160なんで増えていくから、はい、それもあって160億円下げなきゃいけないでしょ。だったら現状維持したら増えていっちゃうわけでしょ、はい、かだからそれで160円減らすってことは相当減らなきゃまずいわけ、はい、そこで8000あ 5% だから4000円減らすわけですよ。でだから僕はだから2500円の現金削った方がいいって言ってるわけ、何回もそう。でそれは国民年金もいるから、世話もいるからちょっと一概に言えないんだけど、ただそこの割合の計算はしたいところなんだけど、でも実際には厚生年金者も結構多いから、だからじゃあそこ切ったらいいんじゃないなと。そうじゃあ2500円切って、まあ、1.1 兆ダメだ、1兆がもしくは8000億も分かんない、でも8000億が切れるんでしょと。でもこれは怖いんですよ、2500円減らすことやったら選挙で怖いもんだと思うんですよ。2500円減らすだけで1兆作れるんだ。
と思いますよ。経済人は小さいのは8000円かもしれない。でも結構いけると思う。でもそれって1兆って言っても本来国民の税金で払ってる10兆投入してる中の要は1割をカットしてる、1割返してってことでしょ。っていうかそれやるべきでしょ。だからね、11兆って金がね、っていうかまず正直びっくりじゃん。僕小川さんの話聞くまでですよ、あの年金が税金10兆要は入ってる知らなかったっすもん。そうだよ、だから知らないでしょ、はい、だから俺もなんか正直あのちょっとね最近まであんま分かんなくて、はい、で年金に行くと、それ特別会計か何かですかって聞いたら、いや違うよ一般会計。どうなんだよ、それやばい、でもやべえじゃない、やばいもん、そこだって決めてんのも関係ないでしょ。え、それ何年ぐらい続いてるんですか。もういやもう何の、いや分かんないけど政府で年度取ってないけど、まあでも続いてんやろだって。だからここだと増えてきますよ絶対。そうで増えてきたら、増えてきたら多分また減らすんなんでしょうけど年金はね。11兆は十何兆になったらね、分かんないけど国家予算90要は9分の1を年金に投入してんだよみんな。どうも、だから異常事態でしょ。だからね、そんな状態でもってね、これは朝でね、残念しか出てないから。僕、ばあちゃんですよ、ばあちゃん年金、やっぱ、6万5千円もらってるんですよ、6万いくら。あ、じゃあ、結構少ないですよね。少ない、一番最低の金額なんですよ。で、その時に、僕、要は、あと、年金払えと。私の時代は、100円払って、国に払ってたら、一番最初の話ですよ。100円払ってたら、こんだけもらえるようになった。だから安心だって言ってんですよ、ばあちゃんが。違う、ばあちゃんねって言って、それ俺らが負担してるんだよっていう話をして、いくらも全然通じなくて。だから儲かるんだって感覚なんですよ。もう60代、70代は。まあね、表情はね、ばあちゃん何歳か分からないけど、ばあちゃん75とか、あ、そう、80くらい。そこの評伝はだから、はい、やばいから、はい、選挙みんな行くからね、はい、いや、ちょちょちょ、例えば行くのよ。だから、俺はだから狙ってるのは、だから、40代前半ね、ニート世代、確かにまだ甘いけど、20代は選挙、ね、世代が上がれば上がるほど選挙あ行く人が増えるわけ、はい、で、やっぱ40代前半だと、さらにちょっと不安なんでしょう。一般なるかちゃんと増えるわけ、少し増えるから、ね、そこをちゃんとターゲットして攻めていかなきゃいけないと思ってるんだ。で、彼らに下並みないよ、本当に面白いそう。だってニートだね、親の資産があればいいよ、なかったらいずれ打ち切られて、そうすると闇金を失うことじゃないけどね。これめちゃめちゃいい。俺60代じゃなくて、要は現役世代引退したら選挙権取り上げるどう思います。これさ、僕いいんじゃないかな。あ、これは実はね、これいいじゃないですか。これはね、実はね、はっきり言いますかね、はい、シンガポールのリー・クアン首相が言ったんですよ、はい、そう、あのね、これよくないですか。選挙権取り上げると、あのもう一点ね、はい、当時のリー・クアン首相もう死んじゃったけどね、彼はシンガポールの、実はね、はい、バブルの時に、はい、日本はね、一番アメリカ当時のブッシュだったら、ブッシュって今のその親父の大統領パパブッシュ、パパブッシュの時ね、はい、一番いい子が多かったと言ったら、ね、日本人は、ね、日本と言うと思ったね、はい、シンガポールで言ったわけ。シンガポールは通したんですけど、シンガポールは、はい、それこそね、ちっちゃい国だけどね、教育は徹底したもう、なんていうの、能力主義っていうよりも適性主義、うんうんうん、要はね、能力者じゃないわけ、うん、適性を見極めて、はい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 、適性に合うところにやらせなきゃ、はいはい、こういうのある意味自由は全くないわけ、はい、そういう意味では冷たい国家、うん、車は税金高いわけ、廃棄だったとか。でだけど、それだってそれもう死んじゃってくるんですよ。で、そのリークアンヤ行ったのは、そのあと今言ったと、選挙権をね、変えろと、うん、年寄りはね、なくすっていうよりもね、子供は許せないですよね、子供の人数によって選挙の投票数を増やせてたわけ。そうしないと国は滅びてるわけ。そう、でも僕、ベーシックインカム反対派なんですけど、唯一希望が見えるのが、要は国民ってバカじゃないですか。変な言い方ですよ、ざっくり言うと。だけど子供を作れば作るほど豊かになるじゃないですか、うん、だから今抱えてる年金なくす少子高齢化とかいろんな問題がガッて解決するんじゃないかなと思ったんですよ、ね、だから2回の当たってて絶対高齢者で票取れないと6のならないから、だから子供の数に多い票数を変えろって言ったんですよ、うん、お願いします。僕は大丈夫です、はい、言ったけど変えろって言ったけど、だからでそれで真っ当な政治家で行くんですよ、はいはい、だから少子化そこだ、シンガポールは日本以上に、うん、日本は 1.2 くせに 1.1 くせになったんだよ、ね、税金を多く払ってる人が投票権が多くなるとその人たちに有利な政策しかできないから、今の日本がもっとひどくなって格差がバンってするから、俺は絶対反対。これは明治時代、それはバカすぎる。これは明治時代の時に俺は税金3
いくら以上でやったわけ、そう、やったわけで、そうするとね、あるいは単に地主とかそんなんがみんな遠いからどんどん格差広まる。いや、まっちゃんの考えは極端すぎる。いや、俺は逆で、まっちゃんが言いたいことってこういうことは、リスペクトされろと、納税払って俺らが養ってんだから、だから、まあ、少女番付やっちゃえよでね、結局ね、明治が実はそれやってたわけ、納税額でやったわけ、はいはい、やってね、どうなったかというと、いや、意外とね、あのもしもね、あの自由民権運動派が勝つのよ、意外と。なぜかというと、あの、あいつら結構政府の言うこと聞かないからね、そう。だけど、じゃあかつて貧困層が勝つかというと、いや、一応ね、あの、地主さんは当時の農民抱えてるから、農民の言うことも聞いてやらないとまずいから、一応そうそう、それこそ今より農民のための投票行動はしてくれるわけです、うんうん、ただ、彼らがやることはね、絶対税金上げんな、バカ野郎って、そう、そう、今よりすごいよ、やってたわけ、そうそう、考えの。みんな今の優しいからやってそう。で、それで政府は困り果てて、新しいその独自の政党を作ったりとかしたら欲してるんですよ。立憲。そう、立憲民主党なら立憲なんとかと作ったけど、完全政府の雇用政党をする。で、最後普通選挙にまあ最後、なるんだけどね。でも普通選挙になった後に日本は戦争に突入してるから、結構ね、確かにおっしゃる通り納税にしなきゃいけないという考え方としては偉いんだけど、ただその考え方は別に納税していない方を持っていただければいいわけ、必ずそう、別にそう、みんなに持っていただければいいわけ、そう、そのための義務教育でしょ、みんな教育受けてるんだから、ね、で義務教育の内容がおかしいんだったらその義務の内容を変えていけばいいわけ、僕はその義務教育でちゃんとね、あの説明してあげて、あの、ね、働くことも分かるけど困っている人が助けてくれるんだよっていうことで、ね、みんなで助け合いましょうと。そもそも日本人のね、これね、もうこれちょっともう根本的になっちゃうよ ね、ジャパンファーストで日本第一党、まあ、明日の方が来ないらしいけど、残念なんだけどね、なんで来ないのかなって、風邪ひいたってなんか逃げちゃったの、逃げです勘弁しようだ。いや別に批判すぎないんだけどね、ジャパンファーストはいいんだけどね、いいと思う。でだったらね、日本の保守の魂は助け合いなんですよ、決してネオリベじゃないの、競争じゃないの、競争は欧米の発想、要するに欧米は戦争したら全員殺したわけ、みんな。でも日本はそうじゃないの、だからね、ある選挙者で日本の戦争はね、所詮喧嘩だと。僕あのちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、イスラム教とかキリスト教って寄付の文化あるじゃないですか、要は再分配だから、あの金持ちヒーローを待ってるわけじゃないですか、要は持ち上げる、だけど成功しないやつは叩き落とすっていう文化だけど、日本逆じゃないですか、あの要は稼いだやつが還元する、社会を良くするっていう発想があるから資本主義向いてると思うんですけど、日本って還元する文化っていうのがないから問題が起こってるんじゃない、あの背金主義に見えるんですよ、僕今の日本。この辺どう思いますか。あのね、いや、もともとね、まあ別に稼いだら、はい、まあやれとは言わないけれども、それはちょっと税として納めて、あとはその政府がきちんと機能すれば、その再分配したらいいと思うんですけど、あの寄付っていう文化はね、アメリカにあるのだけど、寄付っていうかチップがあって、キリスト教にはで、イスラム教って収入の10割を自分より所得の低い人に渡すっていう文化があるんですよ。だからこれがないから機能してないのかなっていう。日本はだから日本はもう税で取るじゃない、正直、うん、だから文化だから、文化はね変えられないから、もっと、うん、だから税で取るじゃないですよ。だからやっぱり資本主義系の文化は向かないのかなっていうの、向かない、ね、うん、だから元々は日本は日本国家で歴史で資本主義に向かないもんだって、うん、向かないです。だって今だって修正資本主義だから完全なの、うん、でそこでネオリベが出てきて、こういう時に急に資本主義家に走り出したから、なんだけど、でもそれもまたまた変わったでしょ。だからふるさと納税、なんか最近よく聞くんですけど、どんな感じなんですか、ふるさと納税めっちゃいいよ。全然僕は船橋はふるさと納税、僕は知りませんね。ごめん、生活とかばっかりやってたんで、あの末端にいたんで、知りません、正直言って。でも多分船橋に何もないと思います。まあ船橋で有名だから、ちょっと来たのかな。でも船橋否定したからね。何否定したの、本当はバカだよね、船橋がせっかくに有名だったのに。だそういうとこがね、まあこれひがみと思われちゃうから嫌なんだけど、それで中途半端でエリート官僚だよな、仕上がった時にエリートもクソもないんだけどね、まあ、ありてるかな、言いたくないんだけど、まあでも船橋すげえラッキーじゃん、あんな有名になってくれて。
僕が美味しいと思うよ、船橋は、船橋のおかげで。だからもう年金やめて生活保護だけにしちゃえっていう話を。そうですね、そうですね、正解ですね、うん、あ、そういうことか。だから全てだから、あの年金で払うとか、その事務の携わる人をなくすためにも生活に特化してやる、逆にと。俺とかをメインにしちゃうと全部国会議員はだからまあ信用できないというか、まあまあ劣化してますね、本当にひどいね、うん、これはもうどうにもなんない、あのどうしようもない。だからね、あの選挙に行かない人の気持ちは分かりますよ、本当にそう、うん、だから若者中はだって介護保険制度があるんだからちゃんとやってほしいですね、ちゃんとね、きちんとね、うん、少数派だね、そうだね、全然やってない、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 全く。要はね、官僚にしてもね、あの国会議員にしてもね、公のために尽くすという発想がないんですよ、全く。それはひどい。分かった、みんなを納得させる和道小川ベーシック案をちょっと今プレゼンしていいですか。いいです。これ全員納得させる、あのことができます。まず皆さん、小川和道ベーシック案のプレゼンしてもよかったら手を挙げてください。小川和道ベーシック案、僕多分小川さんと俺の言ってるベーシック案って、ベーシックインカム案ってほぼ一緒なの。これのプレゼンテーションしていいよ俺。 OK、 いきますよ。日本っていうのはね、現金で眠ってるお金が700兆円ぐらいあります。土地の金融資産とか株とか全部入れたら1400兆円のお金が眠ってます。動いてません。だから金融的にはすごい豊かな国なんですよ。ただお金が使ってなくて回ってないから今みたいな状態になってます。これが第一条件で、そのうち、60歳以上がその資産の、5割を持っています。で、はっきり言います。その資産700兆円を持っている資産家のお年寄りたちに年金いりますか、いりませんか、皆さんはどっちですか。まずここから、この資産を持ってる人たちよ、持ってない人たちは抜かない。資産を持ってるお年寄りに年金を払う必要があるかないか、ないでしょ。まずここ第一、あります、あるかないか書いてください。まずここね、発展は次からいくからいらないでしょ。 OK です。じゃあ今度、お年寄りでも恵まれない人はいますよね、いますよね。その人たちには年金は払ってます。今年金で守ってます。この人たちに年金を撤廃する代わりに生活保護13万円配ります。で、お金を持ってる人の年金はなくします。賛成ですか、反対ですか、賛成ですか、反対ですか、どうでしょう。お金を持ってる人の年金はなくなります。要は実費でもう生活してください。で、お金を持ってないお年寄りの方は年金で6万円だったのが生活保護13万円、賛成でしょ。今度ね、日本国民全員に5万円とか7万円を配る、お金持ちにも貧乏人にも配るのと、貧乏な人だけに13万円全員にベーシックインカム払いますよっていうの、賛成ですか、反対ですか。13万円以下の生活の人に無条件で13万円国が保証します、賛成ですか。これが俺らのベーシックインカム案なんだって。で、これは何かっていうと、生活保護を改変しただけなの。今の現状の生活保護 に年金がなくなっただけなの。こっちの方がいいでしょ。お金持ちにも7万円配ってって意味ないでしょ。これが俺らのベーシックインカム案の、俺とお母さんが言ってる、要は生活保護を基盤に改良しましょう、年金制度なくなりましょうって。これ財源確保できるんだよ。でしょ、賛成でしょ。ただこれだけよ。納得できた？言ってること今理解できたでしょ。俺らがずっと言ってた議論っていうのはただこれだけ、うん、だから国民全員にじゃなくて、所得が低い人に強制的に振り込むベーシックインカム、それでいいでしょ。あのね、年金なくなります。普通の年金も障害者年金もなくなります。はい、そうなんです。ただこれは叶わないことなんです。この夢は叶いません。はい、残念です。はい、でしょ、そう、無理なんです。残念でしょ。発達障害の方を適材適所で紹介するシステムを持っておく。俺ね、円滑作業所作りたいんで、出資してくれる方は3000万円でキャッシュフローを回せるんで、3000万円投資してください、3000万円投資してください。
はい、映画先ほど作ります。時代があるから、うん、欲がなんか仕事しない人が増えるだけじゃないかね。違うんですよ、13万円でしか生活できませんね。働いた方が豊かになるんです。働いた方が豊かになるんです。だからそこは選んでいいですよって。働かなくて13万円、今の貨幣価値でいう13万円でみんな大賛成ですよ。小川和道ベーシックは要は年金を廃止し、お金持ちの年金を廃止して、全員お金を持ってないお年寄りには、貧乏なお年寄りには生活保護で賄ってもらいましょうって言ったら全員賛成ですよ。だからちゃんと説明したら分かるんですよ。正解、正解ですよね。正解、正解。これが小川和道ベーシック案の、ベーシックインカム。だからね、要するに、そもそもね、お金困ってる人を助けるのが福祉なんで、ね。じゃあ誰困ってんですかとね。お金を持ってる人に年金払ってもいいんでしょ。でお金持ちの人ってなんで年金高いかっていうと、いいところに勤めてたから年金の額も多いのよ。だからね、だからね、そこはね、アメリカじゃないけど、金かかる人はアメリカでいいわけで、ね、民間保険やってくればいいわけど、で公的年金はお金がない人はダメだから、こう区分けで、アメリカは全部民間にしちゃったから、とんでもないこと起きちゃって、帰って金がない人は病院行かなくて、後で医療費かかっちゃったから、もう大変なことになったんだけど、で米国型のだからおかしいよっていう人はいるけど、それは分かるんだけど、だから日本型で米国型で入れるんだったら、じゃあ逆にお金がない人は日本型でいい、で金がない人は米国型でいいって僕はそう思ってるよ。そうだからお金がある人は米国型でいいってことよ。だから自分で自己責任で民間保険入ってもらって豊かな生活を送る送んないも自分の判断で取ればいいと思う。最低生活12万かな、12、3万は保証しますとね、日本型。あとそれ以上ね、20万、30万で海外旅行に何回か行きたいような方は民間保険、年金保険でやってもらえばいい。でさっきお金働かなくなってみんな13万円手に入り方に行けませんかって言ったけど、違うのよ。働いてて6万円しかもらってない人には6万円払うっていう仕組みなの。だから13万円を超える人は自動的に抜ける仕組みなの。14万になった瞬間、勝手に国が13万払わなくなるだけの、足りない分を13万補填するってことね。13万円を上乗せで払うわけじゃないの。そうだから頑張れば頑張るほど収入は上がっていくの。まあ誤解が多いんだけどね、でもこれはもうしょうがない。私もまあ行かないけどね、だから一歩一歩ね学んでいきましょうね。だから本当にもう政権の人はね、騙すと言わないけど、ちょっと都合よく言ってくるんでね。だ本当自分自身としてはね、ちゃんと生活保護制度、生活の名前も変えたいんだけど、今名前はしょうがない。生活制度を、ね、きちんとね、皆さんに、ね、お伝えして、困ってるお助けしたいというお気持ち、今受けてる人もね、実際もらえるお金をもらっていないともあるわけ。それでもらえるのをね、例えば家賃の更新料をね、知らなかったと、いやもう出ますよって言ったらね、慌ててね、市役所行って行ったらね、で撮影してなんかやったらなんか警察捕まっちゃったんで意味わかんないで、なんで警察捕まうんだって、役所側でしょって話なんだ。だからハイボール薄めください。だ本当にひどい話ができて、ハイボール薄めで、これはね、解決せんわっていうかね、要はね、これが政治家、昔の政治家は要はね、ねじ込む力があったんだよ。国民をね、要はね、国民の本当の幸せのために嘘つく能力があったんだよ。今はできないんだよ。でもね、今言ったその医療費の財源ってどうなりますかね、このベーシックアップ。これってどうなります。ここちょっと僕しょうがどうなっちゃうんだよ。高額医療費、これ今の通りいいでしょ。だからやって医療費が増えちゃいますけどね。でもそういうことで医療費が増えますよね。だけどそこはだから医療費を減らしたいんであれば、診療報酬請求のチェック、医療事務所を雇って厳しいやったわけ、やっていいわけ。やればね、生活が減りますよ。ぶっちゃけ医療事務所雇って、宿泊部屋は結構前来たかったからね、減らせますよ。だって一人だとしょうがないもん。そう、本気でやれば減らしますよ。僕が例えば局内で市長だったらやりますよ。そこはそっちの名刺はやりますよ。支給額は名刺いりませんよ。支給額がいいですよ、もらって逆に。そう、支給額は国が決めるから、うちがどうこう偉いけど、支給額に名刺いるのはおかしい。まずは半分の医療費の方の診療報酬請求のドザクスの薬いっぱいやってるとかね、そっちで薬で儲けてる方は申し訳ないけどね、諦めてください。薬でね、転売してる方は悪いけど、
だからね、医療費ってちなみにそのどれくらいかかってるんでしょう。生活保護の医療費半分、半分半分5割5割ってどこ、どこから5割ですか。だから生活保護だから今大体4兆かかってる。4兆かかってる。 2兆医療費、4兆の中に2兆が入ってるのか、それとも4兆とは別に2兆かかってる。4兆だから2兆。あ、だからこの2兆をやるのは別に、だからこれは橋本が言ったわけで、うん、こっちの方がいいじゃん。だからそれは橋本は支給額も必要でいいな。ってことはですよ、医療費抜いて生活保護って考えたら2兆しかかかってなくて、年金の方に。だからそっちだけ先にするな、おかしいんだって。俺盛んに言ったよ、お前それ冷たいでしょって、まずこっちでしょと。だから俺はだからあのインターネットで言ったよね、まず2兆しかかかってないんだ。だからどうしよう医療費減らしたいんだってね。だって90兆円のうちの2兆だからどうしても医療費減らしたいんだったら、例えばこっちの医療費の方のチェックをした方がいいんじゃないかって言ったわけ。あえてね、小川厚生労働副大臣やれって言われたらね、こっちやりますんで、あえてね、そう。あえて、先ほどの方が反対だけど、やれって言うんだったら、こっちやる。支給額の方が絶対いじっちゃう。これもう最後の最後ですよ、トイレはと。こっちは。これで国が破綻するとかね。これ超いい話してるぜ、みんな。これ理解できる？みんな この話理解できた？補足説明いる？いらない？理解できた？超いい話してるんだよ。超いい話してるんだよ。青じいとかに聞いてもらえた。青じいロムってんのかな？青じいいる？今いる人手上げ。今いる人手上げ全員。ちょっと客層知りたい。いやちょっと手上げてみんな。今どんな人が聞いてんのか。解説した方がいい。ちょっと一回僕解説入れていいですか。あのね、どういうことかっていうと、今期の国家予算90何兆円でしたっけ。98兆は、国債とかで補填してない部分が、してる。何割補填、まあいいや、国債の補填は、まあ、だから半分ぐらいですね。30兆ぐらい今30兆ぐらい OK です。今回国でかかってる、行政にかかってる予算、国家予算っていうのが98兆円かかってますね。98兆円かかってます。ここまで OK ね。国を回すためのお金に98兆円かかってますと。で、借金としては30兆円ぐらいしてると。まあここは置いときましょう。国家を運営するために必要なお金が98兆約100兆円です。そのうち生活保護費は4兆円です。で、この2兆円っていうのは医療費なんですよ。つまり50分の1に国民の生活費っていうのかかってるんですよ。多いですか少ないですかっていう問題、俺は別に普通だと思うの。国家の運営として通常だし、むしろ少ないって感じるの。要は、50分の1しか生活保護費に使われてないので、医療費が50分の1でですよ。年金ってみんなあの普通に積み立てた分で払ってると思うけど、足りない分を10兆円国家予算で払ってるの。10分の1。だからこの年金の方にメス入れて生活保護費の方が回るんじゃないかっていう議論をしたのが今。全然目から鱗でしょ。みんなどう思います？だから年金ね、金がね、いってるんだよってこと。よくね、年金生活者だとね、生活保護者は違うだと。年金生活者はだから、ね、自分でやってるのはいいんだよね。いや、だって自分でやってるのはまあまあ構わないですよ。だからそう。だけど、税金11兆も投入してるんですよと。国家予算98兆の。この事実をね、ちゃんと認識して、それでもね、いや、年金生活者の方がね、いいんだっていうんであればね、それはそれでまたちょっと意見を変えたいところですよ。この事実認定をきちんとしてないで大騒ぎしてるのはね、正直言って悪いけど政府に騙されてる人たちしか言わざるを得ない。11兆ですよ。11兆もやるね。公共事業を上回ってるんですよ。日本の道路の全部をやってる国家予算の防衛予算は5兆何千億増やしたって言ったって。11兆ですよ。ちょっと待ってください。防衛費が5兆円で、国の守る軍隊にかかるお金が5兆で、年金にかかって足りない部分を補填してる部分が11兆。だからこれね、ギャグ、これをマスコミが言わないのってどうなんですか。これギャグですよ。だからね、北朝鮮企業が煽ってね、いや別に国防費増やすと言ってんじゃないんだけど、ただね、この現実をよく分析してみなさいっていう話です。その別にやたら国防費増やすって話じゃなくてね、高値で買わされてるからね。で、国防費は実際問題ね、国家予算なくてもあの国の上で借金でやってるとこがあるから、実態は7兆とかなってて、実際にはもっと後払いがあるからあれなんだけど、でもこういうのはヘリクスであって、そんなことよりもそもそも11兆全年金入ってんだよと。
このことをまず認識した上で、ね、議論しましょうと。それでもね、いや年金はね出した方がいいんだと言うんであれば、それはその意見で伺いますよ。いや、え、高齢者の方は今まで頑張ったんだからね、年金生活者は11兆払っていいんだと、ね、いいんだよ、生活保護者はね4兆弱関係ないと、ね、年金の方が偉いんだ、11兆払って税金払っていいんだと言うんであれば、それはそれで意見でいいですよ。それを知らないでおいてね、ひたすらね年金制を叩くんであればね、あ、生活保護者を叩くんであればね、これはね事実に事実のこと分かってなくておっしゃってるんで、ある意味ね哀れというか大丈夫ですかって話です。だからそこまで私は分かっていってんですよ。そうじゃなかったら言わないでしょ、私だったらそんなこと。そうね、私だって、ね、それはね、あの頑張った方は否定はしません。でもね、これ誰かそうマスコミとか言論文化人とかで唱えてる人いるんですか。いないんですよ、全くいない。浅生でもいない。浅生はなんか憲法がしやったから言うんですよ。だからそれね、これ生活保護やってほしい。小川さん、浅生行きましょう。行きましょう。いや、僕自体ね、浅生のね、あの観覧、あの観覧者として、大学時代、だから、もう今27年前。いや、都合が悪いからよ。政府にとって都合悪い。で、当時はね、松江さんが学者でコメンテーターにいて、あの、生活保護、あの、お姉さん受けた。あと、高市さんの夢いたんですよね、当時と。で、結構、あの、出身者はみんな偉くなっちゃって、もうダメだね、全く、議員になったら。これって、どこの総総見たらできるんですか。僕ら活動しましょうよ、年金11兆円問題って言って、そう運動を起こしましょう。いや、でもね、これはだから、運動家の方、僕は正直、僕は公務員だから、正直、運動の仕方は分かんないでしょ、正直。僕、分かります。だからそれはやりますよ、だから、生活保護。これ、ソースはどこで引っ張ってくればいいんですか。あ、だって予算の11兆だから、はい、そもそもだって書いてあるからもういっぱいあるから書いてあるけど誰も取り上げないって、そうです、要はタブーってことですよね。だから消されるから、この人聞いたら言ってもだから、もし嘘か分かんないから僕は確認しますよ、うん、で担当者聞いたらね、はい、住所で言って、で彼も、ね、別にだって気楽に言っていくから、そうすげえな。なんだけど基礎年金分の半分だから、まあ、確かに今かかりますよ。えってことは年金を運用するのに22兆かかってて、半分の11兆円を税金で投入してるっていうのが現状。いや、年金もっとかかるんですよ、全体ってどれくらいなんですか。全体が、ごめんなさい私年金で、ね、分かんない。これメス入れたいですね、ちょっと調べなきゃ分かんないですよ。だけど基礎年金、国民年金の半分がもう税金、これ麻生政権の時に高橋さんにイメージ変えたんですよ。もう足んないから、そうようやく通したんだよ、法案を。当時自民党は小泉政権で圧勝したからと。これって要はお年寄りとか得票数が多いところに政治家が要はばらまきをしてるっていうのと同じなんですよ。だから選挙って怖いんであって、選挙行かないとあと痛い目相まるところなんですよ。だから選挙って絶対バカしちゃいけないでしょ。選挙って結構一票でもってこういうことになっちゃうんですよ。だからこれお年寄りにばらまいてるだけですよね。そうです。だから、まあ、敬老精神でばらまくなら結構だけど、だって本当に分かっててばらまくなら OK っていうのが小川さんの考え方で、知らないでばらまかれてるって他の人が叩かれてるっていうのはどうなのっていうことを言ってるのね。僕は個人的にはそんなことないんじゃないかって。だったらね、あのそれなりのその所得税金で取ってるんだろうけど、ちょっと考えようよって、11兆多いでしょとね、と僕の考えですよ。ちょっと11兆多いからちょっと減らすべき、検討部会すらないんですよ、自民党で。ない、まあ、野党でもいいですよ、多分検討部会ないですよ、この11兆に対して。で検討部会作って検討しなさいよって話でしょ。まず最低限ね、で検討した結果ね、やるんだって言うんだったら、じゃあその根拠を教えてほしい。だって何も言わないことはただ単に大騒ぎしてないんだよ。だから森友家計問題 もちろんそれはそれでいいと思う。だけど一番やるよ、こう だからね、そんな野党選挙負けねえんだと、これやればいいじゃんと思うんですよね。野党はなんでやんないの。だからおそらくだから怖いんでしょうね、年金受給者の反発とか。あ、だから要は自分の要は諸刃の剣なわけですね。だから、だから野党もほら、労働組合の OB とかいっぱいいるから、はい、OB は年金もらってるから言えないよ。だからだらしないって言ってるの。だらしないっすね。だらしないっすよ、政治が腐ってますね、本当に。そっか、野党が切り込まないといけないのに、野党もその基盤を抱えてるから、だから与党から賃上げ言われるんだよね。野党今出したわけ。なるほど。だから新しい政治勢力が必要だって私言ってるわけ。もうダメだこれって思って。だから僕はだから
僕ら出馬って大げさかもしれないけど、ちょっとやばいと思ったけど、これなんとかしないかまずいと思ったけど、ちょっと出馬して学生の右がね、学生の右がね、声を上げなきゃいけないってね。そう、え、この話を聞いて初めて知ったっていう人手を挙げてください。すげえ初めて知ったよって。年金これすげえいっぱいいると思いますよ。年金11兆税金が使われてるって初めて知ったっていう人、なるほどだなって、もうすごいっすよ。多分ここからバッて上がりますよ。超いい放送じゃない、みんな。だから、だってこんなこと、だって本来ね、あの国がお金使うんであればね、ちゃんと言わなきゃいけないですよ、何使うかね。そう、それをね、財務省は一応ホームページ上げてますけど、だいぶ見ないことは調べてないから、あなたたちが勝手に調べなかっただけでしょうって、僕ら調べ発表してますよってことですよね。だから彼らとかね、国債は危ないって国内で言いながらね、国内では国債言ってたからね、日本国債は安心でって言ってんだから、詐欺っちゃあれだけど、詐欺に近いですよね。国外に国債入れてやからね、日本の国債安心ですって言ったわけ。国外ね、いや危ないです、だから消費税上げましょうって言ったわけ。いやこれ本当ですよ、本当で、ね、だからあるのは財務省がある意味賢いですよ。でもはっきりでたらめ、最低です。だからちゃんと最低分かって、なんでですかって言わなきゃいけない。で財務省本音言うわけ。実はあれ、あの海外的にこう言っていく、実は本当はやばいんだって言うので、やばいこれ維新もつかなかったんですか。ついてないんだろうね。どこも政党ついてないですか。維新がついてない、外国人生活保護はついてましょう。あとは生活保護の先で、も外国人生活保護って大した金かかってないですよ。全然ないね。どれくらいですかね。あの一応ね、世帯でやるんで完全に言えないけど、一応600億が医療費を除いてあるわけ。その半分は医療費だと倍で1200億だって、例の当選鈴木さんだっけ、あれ言ったわけ。これ乱暴な話だって、実際には分かんないわけ。そう、でもね、申し訳ない、まあ、仮に外国人に1000億かかってたとしても、この1000億の問題と11兆円の問題とレベルが違う問題でしょ、これ。レベル大丈夫でしょ。だから悪いけど、あの別に、なんとかな、ガメだ、いや反対でも構わないよ。で俺が言いました、私がね、ぶっちゃけなり国際人権計画があってね、正確に適用できない、適用で適用するしかないから、してした後に政治空で潰す方法はある。これは悪いけど、私はもう恨むことを知っているから、あの言い方悪いけどね、あの外国人生活を潰す方法は知ってますよ。そうするとね、適用した後にやる。でもね、こんな非道なことはあんましたくないけど、まあ、できる。だけど、でもそこじゃないと、メスを入れるべきはもっと根本的な。だからね、僕はあのポピュリズムであればね、そこだけ行ってメス入れますって、実際だって、いやそしたら票取れますよね。潰せますよ。だって彼ら海外送金するんだから、送金する銀行を抑えちゃえば、うわって政治給出して、廃止して、誰も文句言わないからね。で彼らは餓死しません。何かというと、ネットワークしないんですよ。そう、だからしない。だから結果として勝てる。でもそういうことはね、卑怯なまで私はしたくないんで。これでも政治家とかに届いて採用されたらすごいですよね。世の中変わる。だって誰も唱えてない、 YouTuber も誰も唱えてない、文化人唱えてない、政治家も政党も唱えてない。ここを広めたいですよね。だからね、年金11兆使ってることをね、あの多分なんだろう、言ってんのかな、よくわかんないけどな。あのちょっと個人的なすげえ小さい話になるんですけど、11兆円の話とは別に、この放送いいと思ったらアイテムください。あのこういう放送って皆様のご支援で、あの食わせてもらって、こうやって小川さんとかと出会えたんで、本当にこの放送いいな、守りたいなと思ったらバンバン頑張るんで、僕あのアイテムもらわないと、僕アルバイトとかして時間が削られて、こういう活動できなくなるんですよ。本当にいいと思ったら、少しでも風船1個でもいいんで、アイテムいただけるとすげえ嬉しいです。花火ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に、だから言ったでしょ、これこそさ、神会なわけじゃん。国家の根本を考える神会なわけですよ。そう、それをその500円こじらないといけないっていう、この悲惨さ、貧困問題ですよ、これは。これありがとうございます、皆さん、アイテムありがとうございます。ありがとうございます。え、でもなんかできないですかね、お母さん政治家になりましょう。まあ私がなれればね。だけどね、ぶっちゃけ大事で、ちゃんとね、はい、本当に小町の組、いやブラック企業の人もね、ぜひ言ってください。だからブラック企業で、ね、政府何なんだっていう意見も聞きますよ。聞いた上で
判断いるからぜ、だからね、逆にあの僕も正直公務員で、まあ国会に移動してるから言いましたよ、なんでこんなの受けてんのとかって。でもね、では自分いかに浅はかが分かった、十何年やって十一年やって、やっぱね困ってる人にいろいろ背景があるわけ、背景が、うんうん、そう思うとね、その背景を無視してやってたから、結局背景を見ていったらね、結局まあなるほど、自分が甘かったんだと、自分の甘さが分かった、このハゲ面なんてようやく分かった。いやでもすごい分かった、すごい話ですよ、分かった分かった。だからやっぱり救わなきゃいけないんだよ、それはね、日本の魂で。お母さん、これ次回のメインテーマにしたいんで、1ヶ月後のなんかそのなんとか賞とかのなんかあるじゃないですか、あなん経済白書とかに多分書いてあるんでしょ、じゃないですか、分かんないですけど、それのソースって持ってこれます、国が発表して、そしたら僕キャプチャーしながらやりましょう、バンバン、もう11兆かかってるんだっていう、これは、まあ、生活保護のメインでやりますけど、これはやりましょう、次回。だから本当そう、それちゃんとキャプチャーでやってね、キャプチャーで、はい。国のやつキャプチャーすれば、ソースとしても完璧ですもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にすみません。ありがとうございます。頑張ります、本当に。いや本当にあれだな、すごいな、ちゃんと考えていかないとな、数字があると説得力がある。だからそう、ソースを見ながらぜひ次回、数字がないとね、1ヶ月に1回ペースで考えてますよね、定期的にこの放送やってくださいって。今じゃあゲスト呼びたいですよね、あと反論派みたいな人も、反論でね、 OK です。反論派でいけば聞きたいやけど、いいんだよ反論あって全然、うん、自分はもともとだって、あ当初はだってあの反論っていうか、まああれだったんですよ。だからあのやっぱりいろいろ見ていくとそうじゃないなっていうのが分かってくる、うん、だからこれはちょっと反論あって OK なわけですよ、うん、でもさ、その思うんだけど、国を良くしようと思うって何なのかってすごく大事な話だと思うんだよ。そのなんつうんだろう、知らないと騙されちゃうわけじゃん。騙されるっていう言い方も変かもしれないけど、いや騙されちゃうね、うん、騙されちゃう。だからまず知るっていうことが一番大事だと思うので、全人類が知った上でそういう結果になってますよって言うんだったらいいと思うけど、知らせる仕事っていうのはマスコミの仕事なんだよ本来。マスコミが常にこうなってますよっていうのがジャーナリズムなわけだから、これがジャーナリズムじゃないですか。だからマスコミだから、本来だからみんなにその政府が言わないことをあえて権力に切り込んでって知らせていくんだわって、まあ、さっき見てよ、ベトナム戦争じゃそれやったわけだから、本当に被害を受けていろいろあって、でアメリカ人苦しいんで、その時の映画でもって、その若い人がね、じゃあねお父さんこの戦争は間違ってるよっていう人だったけど、それを出して、で別の結局ね、まあ、まあ、まあ負けてはいないというか、まあ、結局は負けたも同然。そう、俺ね、みんなね、127人の方ね、本当にお願いしたいんですけど、小川さんの YouTube チャンネル登録してください、僕のチャンネル登録してください、 Twitter お互いのフォローしてください。 あのね、本当に政治の一票じゃないけど、みんなのフォロワーが多くなれば多くなるほど、俺らっていうのは力がついていくんですよ。例えばね、フォロワー1の人がさ、あの10兆円ですって言ってもふーんって一人にしか伝わらない。だけどフォロワーが1万人になったら、お互いで2万人になったら、でこの人たちが言ってる2万人の票があるんだっていうことで、どん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 力がついていくの。だからもしこういうのがいいなって思ったら、ねよねよさんありがとうございます、もうフォローして力になるから、 YouTube チャンネル登録してください、動画見てください、 Twitter で拡散してください、いいと思ったら本当に力貸してください、一緒に変えましょう。小川さんの URL、YouTube と Twitter どっち宣伝したいですか、とりあえず。どっちがいい、 YouTube で、小川さんの YouTube 紹介します。ちょっと待ってね、小川さんの YouTube。 でも小川さんあれですよね、3倍になってますもんね、すごいっすよね。1ヶ月で3倍ってすごいっすよ。あ、3倍じゃない、倍だ、900人だ。みんな小川さんの YouTube と俺のチャンネル登録よろしくね。小川さんのチャンネル貼るよ、小川さんのチャンネル、これみんなチャンネル登録、和道チャンネルもチャンネル登録してね、簡潔にツイートしてほしい。俺はね、ソースが欲しいから次回まで待って、
これ間違った情報だったらダメだから今お酒入ってるからちゃんとソースを得てもう絶対戦える状況理論武装して仕掛けるからみんな力貸してで動画作りましょうこれ前も話したんですけどテレビ局でスタジオ持ってる方がいて番組制作の方いるんでちょっと提携してちゃんとした動画を作って拡散しましょうこれいいですねはいやりましょうやりましょう登録完了ありがとうございますシェアありがとうございます肩書きそうですね紹介させていただきます改めて行政書士の小川祐樹さんです千葉県生まれ昭和46年千葉県生まれ、早稲田大学法学部卒業、船橋市役所に入社して、その中でケースワーカー歴11年だから生活保護の、仕事を11年やっていましたで独立して行政書士になっているんですけれども、現在ブログや動画で生活困窮者救済のため生活保護のきちんとした法律に基づいて、適用できるように活動しているということで、はい、生活保護のことはバリバリ知ってますはいで小川さんの YouTube のコメント欄に生活保護でどうしたらいいか困ってるっていうのはコメント欄書いてくれたらコメントで答えてくれます小川さんはだからコメントで相談してくださいぜひお願いしますぜひぜひ応援よろしくお願いしますありがとうございますコークさんゴーさんありがとう解放シェアありがとう江崎さんありがとうみんな応援してくださいまあねこの状況だとね本当に政治がひどいからね与党野党からかからずねすごい話だよな登録ありがとうございますふわっちのフォローもぜひよろしくお願いします頑張りますいろんなゲストをお迎えしてねいろんな番組作っていくんで登録ありがとうございますいやこれは結構いい話っていうかみやめちゃめちゃいい話ってみんな言ってくれてますねそうだからね現実を知らないっていうかもうほんならマスコミがやるべきことやってないだけな話なんでだけどかわいそうなんでやってないんだよねだからねなんでやんないんだろういやわけわかんないわけわかんないですよねジャーナリズムが機能してないですよね機能してないでこんなのだってもうくだらないでもっともっと細かい話でやるべきだみたいなそれもやってないだからあいつら何考えてもらうのまあ俺もまあ死亡者以上あれだけどでもあれですよねそのジャーナリストを志してて役所に勤めてでも今やっぱなってるわけじゃないですか 今戻っちゃったね結構だからその若い時の志というか初心今もう初心行っちゃったんだね、はい、年を何20年経てね、はい、不思議なもんだよね不思議なもんですよね人生って人間ってだからね不思議なもんなんですよそう、うん、今もうまさに完全にもジャーナリズムに戻ってる感じです、ね、うんどうですか今の方が楽しいですか楽しい全然楽しい前はもう組織のまあね、まあ、いや、はい、いや前が、ね、嫌じゃないけど、はい、部本当部署にもよるけど、はい、まあやっぱり制約が多いですよ、はい、今のなんかこう YouTube とかこういった活動あるじゃないですか生放送とかなんか目指してるところとかってあるんですかそうチャンネル登録何人とかまあちょっと何人まではないですけど、はい、それでまあで広めて、はい、みんなに生活を理解してもらいたい、はいね、であと受けてる人もね、うん、いろいろこう困ってるんであればね、ぜひもうね、相談してほしい。だから、ちゃんと困ってる人を救う。うん、だって、それがだって本来政治っていうのは、困ってる人を救うのは政治ですからね、そもそもね。そう問題を解決するのが政治なんだよ、うん、国内で起こっている。で、こんだけ少子高齢化とか問題があって、どんどん少子高齢化になるように進めてるようにしか俺見えないもん。だからね。そうね、自分で、ね、くだらない綺麗事をしてはいらないから困ってる人を救う、ね、せっかく困ってるんだから困ってる人を救うじゃどうしたらいいかっていうねそれだけでそれをねニート働かせようとかなんかもうこういったことばかり言ってるんでニート働かせようともうわけわかんないからってことだろだからそういうくだらない論理は綺麗事はいいから、ね、ちゃんとね困ってる人を救う、ね、で飯を食べさせてちゃんとねきちんと生活させてあげなきゃいけないわけですよ俺もそもそも論なんですけど例えばホームレスいましたホームレスに向かって働けよっていう人がいたしますこれまあ置いておいてくださいホームレスに向かって働けよでホームレスに向かってまず生活を整えようってで社会復帰のためにまず今落ち着いてで働けるようになったら一緒に頑張ろうね国が支援するねって A と B どっちの社会がいいですかって話なの俺ホームレスに向かってお前が悪い働けよ働いてねえからこうなってんだっていうのが今の日本な気がするんだよそうだねそう
だからそんなね、そんな和訳の話ないんで、そうだからね、だからまずはね、保護して整えてあげないと、その後防がある防がってやっても構わないけど、だけどそんな防いないことほとんどないよ、現実問題は。そういう経験があるから、そう、不正なんて脱税する人間とか金ある人間のがよっぽどやってますからね。例えば生活保護の不正受給って13万円しかもらってなくて、そのうちに何だろう、バイト3万円小遣いもらってそれを申告してなかったっていう3万円の問題が社会悪だって考えるのと、超大金持ちが脱税して300億脱税しましたっていう話と、どっちが社会的な意義がありますかっていう。そうだよ、そうそう、当たり前だよ。そうで、よっぽど政治家がそれでね、金もらったりとかいろいろやってね、やってる方がよっぽど やばいんだもん。そうだから、それがまさに年金11兆使われてるっていう話がまさにそうですよね。そう、そう、年金11兆さらにまた上行く話だけ、政治家、政治家とかね、やばい話と。だからそっちをチェックしないから話にならないもん。そう、あ、さっきヒカル君が言ってくれたよ、僕生活困ってるんで、もし困ったら生活保護小川さんに相談しますって言ってもらえたら、生活保護受けたいです困ったじゃん、困ったじゃん、困ったじゃん。ヒカル君やめといた方がいい。ヒカル君は稼ぐ能力あるし、スーパースターだから俺受けてたじゃん、絶対やめた方がいい、やめた方がいい。ヒカル君はバリバリ稼いで、まずはそうです、なんかでダメになった時に、その時は好きいます、うん、調子がいい時はいいですよ。めちゃめちゃ人気者なんですよ、ね、もう超、ええ、ええ、めちゃめちゃ影響力あるんで、だから本当に困ってる方いたらぜひご相談ください。あの、そう、その時はね、あの、そう、中でいらっしゃると思うんでね、あの、言い出せない方とかね、まあバッシングが今すごいからね、ぜひお願いします。抜け道を。抜け道は別に。まあまあ抜け道って言うとあれが、まあいやいや普通にあの行ける道ですね。はい、お願いします。はい、ぜひ、はい、いや本当に本当に。生ポでよかったね。昔生ポ受けててよかったね。いやいやいや。飲みます。あ、じゃあすいません、ハイボール2つお願いします。あの、ね、生活保護の質問をしているリスナーさんはワドさんから、生ポはこちらです、生ポはこちらです。生ポとかね、興味あるリスナーさんはワドさんと分けて生ポはこっちに任せてください。生ポカモン専門家が隣にいるんで、そうそうそう、行って行って、ガチのガチの、あの役所です、ケースワーカー11年やってたんで、生活保護のあの不正をいっぱい見たし、はい、まあいろいろわけわかんないのもいっぱい見たから、でもね、困ってる人はもうしょうがない、結論はそこに至った、はい、イケメンが好きな人はあの光くんの枠に行ってください。あ、いや、イケメンはどうぞどうぞ、カード交換みたいな感じでもそっちの方が 5、6 倍価値があるから酔ってるか専門家が話してるこのほど、あのね、実はね、2時から酔ってない時にやってて、今オフ会場って音階なんだよね。そう、今はこういうを深めたいっていうことで、あ、ごめんなさいね、ちょっとね、お酒をいただいてます。あの、やってますよ、 YouTube にも動画、酔っ払ってないバージョンがあるんで、うん、ぜひやる目見てください。自分も病気持ちだから働いてる。あ、いや、素晴らしい、えらい、えらい、えらいですね。セーフティーネットの問題は関心がつきません。あの、セーフティーネットって生活保護しか、生活保護とね、何がある、障害者年金、まあね、だけどそれではやっていけないからね、だから、あの、なかなかね、セーフティーネットでいざ生活保護しないですよ、現実問題、はい、安いですかね。なんか僕、あとフードバンクやりたいんですよね。あの、要は食料の、あの、廃棄の問題って日本すごいんですよ。あの、捨てるんですよ。でもアメリカとかだと、なんか賞味期限切れそうなのを、あの、ダウンタウン行って配るらしいんですよ。なんかああいうのって切り込めないのかなとかも思ったりとか、うんうん、ごめん、俺も読めない。俺とヒカル君、あの、中卒だから。ごめん、俺も読めない、スペック一緒だから、ヒカル君と漢字読めないんだ。漢字わかんないです、漢字わかんないよね。原付はただの乗りたいだけだもん。生活保護って原付乗れるんですか。ああ、上限付きですね、上限付き、うん、働くとかそういうことですか。そう、働くとか、まあ、病院通院、まあ、病院通院もいいんだけどね、うん、まあ、いきなり廃車はないですけどね、うん、
いやいやいや、配信しようとしますよ、市役所は。そう、でもこの前のピアノの話と一緒で、この原付がなくなると私死んじゃいますって言えばいいんじゃないですか。あ、お母さんの思い出の原付で、あ、だったら通っちゃうね、はい、通っちゃう。だからな、何かしらの思い入れが、エピソードがあれば OK が出るらしいよ。この原付は生き別れたお母さんのとか、エピソードがあればいいんだよ。そう、だからね、本当にだから細かい制度が 難しいんで、あの一個一個説、あの言ってくれればありがたいです。簡単にはいかないですよ。いや、すげえなー。でも、ね、すごいね、誤解が多いんでね、その、うん、いや、実際あったんだって。これネタじゃなくて、ピアノ、グランドピアノが部屋の中にある生活保護受給者の方がいて、これ資産だから売りなさいって言ったら、このピアノがないと実は家族との思い出が詰まってるっていう話をしたら通ったっていう、うん、そう、誰か言ってないと どういうことなんですか、これは。そう、生活保護法的に、そう、焼却、資産をその清算しないといけないものと、うん、そのなんていうんですか、売らなくていいよっていう役所の判断のこの前のお話なんですけど。ああ、まあここは結構、まあまあまあ、なんか結構あれだから、でもね、あんまりピアノで言わないと思うよ。実際言わないですよ、ピアノで言わない、普通は言わないですよ。まあ今行ってきたら相談ください、もし行ってきたら。あ、普通は言わないですよ。まあでもグランドピアノが家にある家で生活保護を受けるってなかなか想像できない。グランドピアノはないと思うんだけど、普通のピアノは家はありますよ、ね。で、それ言われないと思うかな、うち受けてたし。そしたら処分するのにお金かかりますからね。そう。だったらいいよ、持ってると。おっしゃる、資産価値だから、処分して金かかるのは車ぐらいなもんで、普通はね、しなくていいですよ。YouTube ライブやったんですか、あれから。あ、ありがとうございます。YouTube ライブね。いや、ライブ。いや、生放送に興味ある。ああ、自分は一応家でやってますけど、しょっちゅう。はいはい。バンバン打ってやって。だ最近はやっぱ、かずやチャンネルのあれが一番多いんだよ、と。かずやチャンネルを今ね、小川さんがライバルにしてる。かずやチャンネルがバーンって打ったら、そう。かずやチャンネルに興味しろって、そう。ちょっとかずやチャンネルについてちょっと。かずやチャンネルがいいと思う、と。行って、どんどん。カジュアチャンネル好き？まあ、カジュアチャンネルは結構人気あるからね。知らないです。そっか。カジュアチャンネルでね、生活保護バッシングしたからね、バシって言ったんだよね。したら結構ね、反対来たんだよね。高崎院か、自民党の。いやいや、やったらね、なんかバッシングしてんねん、そこの生徒のバッシングというか、なんかもう、放費多いすぎとか、もうそう。お母さんに言うと、勇気です、勇気。小川勇気ですよ。いやいや、だ反対者はいいんですね、全然、構わない。まあ、風邪で、まあ、人気だからね、ついつい聞いちゃうんだろうね。多分ね、反対するっていうのはね、あのね、俺ね、あのツイッターにいい意見があったんですよ。あの、大体ツイッターで炎上したり、反論をするっていうのは、情報、要は議論ができる情報の、情報量が少ないから、勘違いをして喧嘩になるだけだと。でお互い同じ情報のソースを手に入れたら大体その同じ結論になるんじゃないかっていう、うん、だから知らないから叩くっていう、知らない、無関心だから人のことが叩けるっていう、知ったら叩けない。カズヤチャンネル面白いんだよね。そうだね、反対者っていうか意見っていうのはバラバラな意見があっていいと思うよ。合ってる間違ってるとかじゃなくて、その中でブラッシュアップしていけばいいと思
そうなんだよ、編集技術がプロだから、要は CM で面白い CM とか広告的な感じだから見れちゃうんだよ。だから間違った知識が広まるから、ほんと和也さん呼んで対談とかしたいな。したいしね。だから彼もね、実際とか分かんないからね。そうそう、だからそう、あるじゃん、彼は不正受給言ってるだけだって違うって言う人いたけど、聞いてるとどう見たってもうだって叩いてるじゃん、もっともそうだね。俺はね、ただ生放送を上げてるだけだから、今年からね、YouTuber としてちょっと力入れる、YouTuber とか、提談しちゃいよね、編集うまいんだよ、YouTuber の強みはね、やっぱ5分でコンパクトに要点をまとめる技術と、顔芸がうまい、そう、すごい、だから、そうね、あやめましょうみたいな、バーッていって、バー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 、はい、ドンドンドンってやるんですよね。はい、ポンっまあ、まあ、長いの田島さんぐらいで長いの言ってたんですけど、田島さん長いですね、ホワイトボードでガンガン書いていきますからね。そう、ある意味、好き、はい、まあ、頭いいでしょうけどね、はい、すごい、地頭いいでしょうね、すごいもう、すごいです、長い放送受けないですね、OK、頑張ります、頑張ります、アンコロさん、ありがとう、やっぱ5分で分かりやすくだよね、今の時代はね、そうなんだよね、B 層はあれで騙されちゃうっていう。でもなんか有意義だな、なんかいい放送、すごいあれですよ、あの静かにですけど、あの放送良かったよって結構いただきましたね、お便り。小川さんって何する人？はい、了解です。はい、行政書士の方です。はい、こちらをご覧ください。はい、ジャケンさんよろしいでしょうか。こんな感じです。詳しくはツイッターにプロフィールが書いてあるので。なんかひろゆきとか、なんかこの問題取りね、西村ひろゆきさんとかさ、この年金10兆円問題とかさ、こう影響力ある人がバーって拡散してくれたらすごい良くなりそうだけどね。そうだね、やってほしいよね、やってほしいですよね。生活を貴族言うんだったら年金貴族って言えばいいじゃん。そうそう、なんか何人か影響力のある人声かけさせていただいたんですよ、その言論強い人で。返信が全く来なかったです僕の人望のなさが野田総理 DM 返してよ、野田総理ちょっとお話しようよ。野田総理受けてるの？野田総理意外と社会派な部分があって、こういう問題大好きなんですよ。野田総理だって、立花さんの応援で来てたよと。はい、演説聞いてるけどやべえと思って、あーやべえと思って、今回野田総理呼びたくて DM 送ったんですけど、フル死活されましたよ野田総理絶対このさ話向いてると思わない？野田総理絶対、いや自分は自分受けてるからでしょ、受けてるからでしょ。ああ、生活保護、そうそう、野田総理生活保護受けてないよね。ママポ、お母さんからお金もらってるんですよ。そうはい、あそう、じゃあ受けて、じゃあ、じゃあ受けてないですよ。はい、野田総理ゲストで NHK のやつも散々出て、散々 NDC で見てて、はい、声票減らすと思うと思う。あ、野田が喋ると票が減る。そうそうそう、だってもうこんな発覚声喋ってて、お前ら何働いてんだサラリーマンがバカじゃねえかと言ってたから、いやいや、これはやばいじゃん。まあ、確かに NHK で NHK で NHK で朝から酒飲んで、はい、昼はセックスしてって、いやいや、そんな人バカじゃないでしょって。それはそれは君が住んでる世界の問題でしょって。それはちょっとないでしょって。いや、しっかりいろいろ問題は多いけど、そこまででしょ、朝から酒飲んで昼は酒飲んで休憩が受けたけどね、そんな組織じゃないですよね、NHK は。腐ってるけど、そこまではないでしょ、ね、あの人極端だからね。極端ですね。まあ、ネット受けしますよね、ネット受けする言論がうまいですね。僕もね、そこまでやらなきゃいけないけど、僕はちょっと地味だからね。いや、でも、こういう活動、あの本流じゃないですか、なんつうんですかね、社会にあるもの、ここから逃げたらダメだと思うんです。ぶっちゃけでも本当年金11兆のお題がみんな頭置いといて、うん、そう、あれ騙せないで、生活保護で金税金とかってなんとかってのはあの騙しなんで、そう、ね、だからそれで生活保護をためらってんだったらそれは間違いだからね、うん、そこだけは言いますよ。だから
よく結構ね、あのやっぱ恥じてとか思っちゃう人、まだ若い人少ないと思ったら意外といるんだよね。だからね、そこはちょっとちゃんとあの指摘したいんで、ダメですよ、絶対そう。困ったらちゃんとね、あの やってくださいっていうか、もし心配だとコメントもらってもいいし、勝手に自分で言っても構わないですよ、ね。でも、やっぱりベーシックはもう財源確保できません。よくよく考えたらですよ、生活保護受給してる層の生活保護費は動かないわけじゃないですか、あの小川ベーシックなんですよ。うん、で、要は、年金6万円しかもらってない層をもらってる層から移転するだけじゃないですか。医療費にメス入れなくてもいいじゃないですか。だから何も影響ないですよ。何の影響もなくて、何の影響もなくて小川和道ベーシック案は可能だわ。さっき言ったやつ、さっき言ったやつは財源の確保なんか必要ない。現状所得移転ですよ、ね、はい、所得移転だわ。それはあと反対賛成だけいけますね。ピコ太郎、ピコ太郎やじの収録中に、妻やと小野奈々ちゃんとミラネクトコパチを。じゃあそろそろ皆さんお別れです。ありがとうございました。ぜひフォローよろしくお願いします。小川さんと僕の YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう